それでは、委員会を再開いたします。玉野委員。委員長。玉野委員。あ、よろしくお願いいたします。 えー、そしたら私からも何点かお聞きしたいと思います。えー、まずはあの、本市の基本姿勢に関わってということでございます、えー、審議会答申に込めた思いというところで、ですね、えー、コロナ禍が収束するまでの間、社会的弱者に対する施策の見直しについては、セーフティーネットとしての機能に十分配慮しなければならないと述べておられます、本当に重要な視点だと考えております。 まあこの点につきましてはです、ね、審議会の中の意見でも、現在、コロナ禍で本当に生活が困窮している方がおられるので、厳しい財政状況ではあっても、コロナ禍が収束するまでの間、少なくとも社会的弱者へのサービスの見直しについては、セーフティーネットとしての機能に十分 配慮する必要があるというふうな声が出されていると、これ、15ページにも紹介されております、しかしですね、この行財政改革の集中期間の初年度である今年度の予算につきましては、事業の休止が46件、そしてこれ5億1800万、また補助金の見直し等で51件、8億3600万、ほぼ100の事業で13億5400万円の縮減と。 いうことが行われております、まあ、こうした中には、例えばですね、内職の女性事業の廃止、これ50万円という非常に少額ですけれども、まあ、こうしたことさえ含まれているというふうになっております。うー残念ながらです、ね、市民サービスがあ切り捨てられていると言わざるを得ないというふうに受け止めているわけですけれども。 まあこれでですね、えー、一体どのようにしてセーフティーネットの機能に配慮するというのか、まあこの辺の考え方、あ本誌の考えとはどうか、これまず明らかにしていただきたいと思います。金山財政室長、はい、あのー、確かにまあ三ページに、えー、投資に込めた思い、これ先ほどもご説明いたしましたが、その、えー、まあコロナが収束するまでの間は。 えーまあ、政策の見直し、あのセーフティネットの議論に十分配慮の必要ということを記載しておりますし、あの実際審議会の中の議論でもあのこういう議論ございました、あの事実でございます、ただ、あのまあ、これ、委員の先生方とも議論いたしましたが、ここに書いてあることと申しますのは、あのまあ、確かにここではあるんですけど、じゃあ、国基準を超えている事業を見直してはいけないという意味ではないというようなことがまあ私の認識でございます。ややはりそそののの国基準をっっててているいるろんな政策の中にそれはセーフティネットとしての機能 ではなくて、それを超えている部分というのが当然ございますので、当然、コロナ禍であっても、一方でその財政危機という問題もあるわけですから、そこの見直しが必要というのは、私ども財政としての認識でございます。今おっしゃいましたその15ページのえーっと丸、いくつかございますが、の丸の4つ目、これ、委員の意見ですけれども、京都市が財政再選だったなれば、弱者に寄り添うことが全くできなくなる。 えー、ということで、まああのい、いろんな懸念のご意見もいただいています。やはりその、まあ、確かにセーフティネットを守るということは大事ですけれども、一方で今の状態を放置するということは、あの京都市がその市民生活を守ることができなくなる、あのそういった懸念もございますので、あの今おっしゃいましたような見直しは、そういった観点から行ったものというのが私どもの認識でございます浜野委員。え 100の事業13億5400万ということを申し上げまして、まあ、その中身をいちいちどうこう言うつもりはありませんけれども、あの本当にささやかなと言いますか、さやけども、当事者の方にとりましては、暮らしの支さえさになっていることがありまして、そういう方々にとっては、それがあれがゆえに、 生活が成り立っていると、またお仕事の足しになっているという方もありまして、その方にとりましては、今がなければ先もないということがございますんでね、そこはぜひともあの慎重にあの考えていただく必要があると、本当にセーフティーネットの機能というのは重要だと思いますんで、詳細触れませんけれども、そういう視点はぜひとも検知していただきたいというふうに思っております。もう一点、この基本姿勢に関わりまして、先ほどもありましたけれども、財政の点なんですけれども、 この答申の5ページで、地下鉄事業の財政支援のために負債を引き受けしたことも一部影響して、資産残高の圧縮が全体として進んでいない状況だというふうに、こういう記述がございます。しかししか、ね、これははその通りだと思うんですけども財政悪化につきましては あ平成初期の大規模投資、先ほど部長もあの言及があったと思うんですけれども、いくつかの事業が、これが大きな要因が、この初期、平成初期の大規模投資も大きな原因になっておりまして、まあ、その。 地下鉄の問題合わして大きな2つの原因であることは、この資料でも明記されております。まあ、したがって、この、こういうふうに財政が悪化したことについてはです、ね、やっぱり市長をはじめとしたまあ京都市のです、ね、執行側の責任ということでありまして、 まあ市民にその責任はないということだととだ思っておりますところが、先ほども述べましたように、市民生活を守る上でのでの、ね、ささやかな政策のカットをするということで、まあ、結果として、そういうことを意図してやってないにしても、まあ、結果として市民に落ちつけるようなやり方ををになっていること、これこれそいわゆる本当に、ね、あの禁じ手じゃないかというふうに思うんですけれども、この点については、どのような認識を持っておられますか。えー、金山市長 はいあのー、ちょっとここは、まあ、あの考え方、認識の違いがある部分かと思います、今おっしゃいました、その市民に責任があるとかないとかいう議論でございますけれども、あのーまあ、私ども、京都市役所というのは市民と離れてあるものではな,ないのではないかというのが私の認識でございます、あの当然、この市役所というのは、まあ、私もそうですけど、まあ、市民のために行政という、この財政運営というのを行っているわけでございますし、ですから当然、市民のためにあの業務をやっております。でですので 何かその市民に責任があるとかないとかいう議論は少しちょっと私は理解がしかねるところがございます。あのまあ、先ほど申したようにその京都市がこの市役所、あの京都市というこの自治体が財政再生団体になるということはあの市民生活に大きな影響があるということでいわ、まあ、京都市,市役所が市民のためにやるという意味であのやはり財政再生団体を避けるということで考えているということでございますのでちょっとその 責任論というのは、ちょっと私の認識では、何か論点が違うのではないかというのが、あの今、思ったところでございます釜野委員,委員長、はいえーまあ、言葉とばは、まあ、それでしたら、まあ、結果として、まあ、影響といいますか、しおやというか、それはそういうふうな言い方でもいいと思うんですけれども、結局、市民生活にそういうマイナスのプラスではなくて、マイナスの影響ができて出ているという点は、まあ、否めないと思うんですね、まああのその、そういう認識を持っているということでございます。で、えー もう少し、のこの大規模投資のことの関連で言いますと、この大体600億から700億つぎ込んだこの市内高速道路、それから出資金の債権の放棄の問題、それから JR の事業で梅小,路新駅梅小路に新駅ができましたけれども、この横断歩道に回遊性を高めるということで、6億円の投入というふうなことで、こうした大型の 資料では、行財政審議会の資料にはそこまで書いておりませんでしたけれども、まあ、こうしたこともです、ね、今の財政を苦しくしている、こういうことの背景にあるのは明らかだというふうに踏まえて理解しております。まあ、こうしたこれまでの到達点を踏まえれば、やはりです、ね、このコロナ禍で求められるのは大規模投資、これは非常に慎重にしてです、ね、やはり市民の命と暮らしを守る自治体の 役割を発揮した施策へと転換することが必要なんではないかというふうに受け止めております。えー、選択と集中ということで、ですね今後も北陸新幹線の通貨以降の異性の延伸だとか、リニア地方新幹線、また堀川通り、油の工事の地下のバイパスの計画、これは引き続きですね推進姿勢というふうになっておりまして、これまでの平成初期に大規模投資が大きな とかになったということがですね、十分に教訓化されていないのではないかというふうに思います。代表質問では、北陸新幹線のこの京都市の負担をですね、えー、極小化するとそういうふうにしていくというふうな答弁もありましたけれども、それが本当に現実になるのかという裏付けも示されておりません。やはり大規模投資については一旦ですね、中止をして。 暮らしに密着した維持・修正型の公共事業や、福祉や医療の充実をはじめ、やっぱり市民の命と暮らしを守る方面にです、ね、予算を回すべきだと考えておりますが、その考え方についてはどう受け止めておられますでしょうか。金山市長 はい、あの、まあ、市民の命と暮らしを守ることが大重要だというのは、あの、私どももそのように思っております。ただ、一方で、その、まあ、今、大型事業とおっしゃいましたけど、我々、特にその大型事業がしたいとか思っているわけではなくて、やはり、な、何が必要かという観点で。あの、これは、まあ、投資的経費に限らず、いろんな事業を考えているところでございます。あの、まあ、おっしゃいました。都市基盤整備。あの、まあ、京都の、まあ、特性として、まあ、えー、まあ、港もない、まあ、空港もないという中では。 やはりその例えば道路整備なんていうのはそのえまあ企業の集積などの観点からやはり重要性というのはその年より高いのではないかとも思っておりますしまあなかなか財政厳しいのでそ,のそういうところにまあえ財源を振り分けるということは今までできておりませんけどもあの,その大型事業だからだめだとかその何といいうううのかそういう頭から決めつけるというのは少し違うのではないか。やはり個々にその 京都市のためにとって役に立つのかどうか、そういった視点で個々に見ていく必要があるというのが私どもの認識でございます。鎌野委員 私も、その、市民にとって必要なという立場から考えるのはその通りだと思っています、それが先ほど申し上げましたように、例えば修繕型、維持修繕型の公共事業だとだからそういうことが全部だめと言っていることは当然ございません、そういう認識はございません、それは今、コロナの状況の下で優先するべきはそういうことではないかと、暮らしに密着したような生活に身近なところでの公共事業という、そういう事業が、 大事じゃないかというふうな認識を持っております。えー、それからですね、えー。税収のこの財政危機を、まあ、強調されているもとでの税収増の努力ということでございますが。 これについてちょっとお聞きしたいんですが、我が会派がです、ね、これまで法人市民税の引き上げだとか、またこの法人市民税の高額所得者のです、ね、税率アップ、これをすべきだということと具体的に提案をしてきましたけれども、なかなかそれは受けられていないということがあります。 これあのやる気があればできるのではないかというふうに思ってるんですけどもやはりあの大企業だとか国への遠慮があるのか累進性ということですね発想が弱いのではないかというふうに思っておりますこれもっと強化すべきだと思います例えば課税標準額が700万円超の方々に対して 個人市民税の所得割、まあ、今、現行8%になっておりますが、これ、三民一体改革の以前の10%に戻したらどのくらいになりますかということを、一回、が党の議員が、山田議員が確か行財政局に資料を請求させていただいて、まあ、そのときの計算ではですね、 98億6912万円の増収になるという、例えばこういう計算が出ております、これがそのままなるかどうかは別として、こういうやり方をすれば、本市にとって大きな税収の増になると、こういう厳しい状況の下で、こういう累進性の発想で税収を増やせるようなやり方でもがあるのではないかと。 で財政危機というふうなことも強調されているわけですから、国に対しても税制改律、えー、税率の改正ですね、こうしたことも求めていく必要があると思うんですけど、こういうことについてはどのように考えておられますでしょうか佐藤部長。 失礼しましまたあの超過課税等への認識でございますけれども、今回の答申の中でも、独自の財政事業を賄うための税源確保の手段として、新税、超過課税等課税自治権については、積極的な活用を図るべしということが書かれておりまして、あのまあ、これまでの検討に加えて、さらに積極的に検討は深めたいというふうに考えておりますが、あのご指摘のような、その法人住民税でありますとか、 個人の所得割で、地方が独自に累進税率を採用するということは、法律上できないということになっておりますし、あのまあ、何ができるかということも含めて、市民のご負担に直結することでもありますので、慎重に検討をさせていただきたいというふうに考えております。野委員 えそれをだから、国に求めることもできるのではないかというふうなことを申し上げました、ぜひとも、まあ、慎重にということはありましたけど検討するということでしたので、ぜひともこれは前向きにご検討いただきたいというふうに思います。そして、あの税,制税収の増,増の努力について、もう一点お伺いしたいんですけれども、あの市長が地方交付税の増額について言及をされて、 おりますでまた、この間、ですねこの地方交付税のマイナスに、この三民体改革によって、ですね税収が減ったというふうなことを認識、示されているんですけど、一方で、理念としては正しかったというふうに、この理解を示す姿勢も取っていますので、まあ、この交付税を増やしてくれというふうに、本市から要望しても、やはりこの、 要求にに迫力をかくというふうふ私は思ってるんですねやはり三民一体改革はです、ね結果結果と、結果的にもです、ね、地方の自立ができることになってなくて、財源が弱くなって、そして、えー、もう本当に厳しい財政になっているわけですね。だからあの、ちゃんと本来の地方自治体の役割が果たせるように、方針転換をすべきだと、その立場にはっきりと立って、その立場で地方交付税を増やせというふうに求める。 のが本来の立場であるというふうに思っております。まあ党審の中でも言うべきことは言う,言うべきだというふうに書かれております。この点どうでしょうか。認識ど金山市長。はい。あのまあ地方交付税の問題についてでございます。あのまあ交付税の削減というのは確かに三密対改革の時にあの行われました。まあ三密対改革まああのもうご存知かと思いますがその国庫補助金の、えー、まあ廃止。 まあ税減以上、あの地方交付税の,この見直しという、と、まあ、3つを一緒にやったわけでございますけれども、あのまあ、この時にあに地方交付税が全体でまあ1兆円減らされたというのは事実としてはございますあの、ちょっと市長が容認しているとおっしゃったのは、ちょっとよく分かりませんがあの、おそらくそれはその理念というか、地方に権限を移譲するという理念はあの良しとしているけれども、交付税の削減について、何も良しとしているわけではないというのが、私どもの認識でございます。あの えまあ交付税につきましては、三位一体改革のまあ削減はまあもちろんですけれども、それ以降も削減が続いてまして、これも何度も申し上げておりますが、特にその近年、大都市にあの厳しいあのまあ算定が行われております、どちらかというと、小規模な都市にまあ厚く配分して、大都市についてはあの配分がなかなか厳しいという状況がございます。 あのーまあ、これ、指定都市共同であの要望して、ま、る部分もございますし、まあ、先ほど来申し上げてます、この京都市のとりわけ厳しい財政状況がございますので、京都市独自でもあの強く求めていきたい、あの求めておりますけれども、あの引き続きさらに求めていきたい、このようにあの認識しております小員指定都市で要望していただくことは結構なんですけれども、その前提として、だから、その理念を良しとしてるんでは弱いんじゃないかということは、私は申し上げたかったわけなんです。だからその 本来、地方自治体の役割を果たせなく。 果たせづらくなっていると、まあそのことはあの理念的に理解できるんじゃなくて、これはまずいんじゃないの、おかしいんじゃないのかという立場をはっきりした上で、ぜひとも今後とも要望していただきたいというふうに思います。歳出の削減について一点だけお聞きしたいと思います。企業立地促進制度補助金についてですけれども、これ昨年度令和2年度の交付実績で大企業3億円以上のところにですね1,096万8,000円出しております。 でまあ、財政危機との理由で,です、ね、一方で先ほど、ささやかな施策と言いましたけれども、まあ、例えば生活保護世帯の修学旅行の援助金、まあ、これも173万削っておりますので、この企業立地促進制度の補助金については、少なくとも大企業は除外するという、こういう状況の下ではそういう判断も必要なんではないかと、その分、ほかにというふうなことを考えるわけですけれども、この点はどうでしょうか。 はい、あのまあ企業立地の補助金ということでございます。あのまあ、これもそのまあ、先ほどの投資的経費とちょっと似た話ですが、その大企業だから中小企業だからというまあも。もちろん、そういう観点もございます。けれどもまあ、その？ えー、企業誘致することによって、まあ、どれだけの雇用が生まれるのかとか、まあ、どれだけの,その税収効果が生まれるのか、どれだけ京都の経済の活性化に貢献できるのか、あのまあ、そういった観点が重要ではないかなと思っておりますので、ちょっとその大企業だから、中小企業だからという、まあ、まあその視点もございますけれども、まあ、今後、制度を考える上では、やはりそのどういった効果がもたらされるのか、あのまあ、今後、税収増というのは我々は必要と思っていますので、ちょっとそういった点で、 まあこの企業立地の補助金というのは、あのまあえー、もう一回、再点検が必要な部分があるかというのが私の認識でございます浜野委員、えー、コロナ中コロナの中でのということはやっぱり考えていただきたいというふうに思います。その観点から是非ともご検討いただき最後に えー、人件費のことについても、ちょっと考え方をお聞きしたいと思います。えー、風川市長以来、3000数百名の職員の方の削減、それから270億円だったでしょうか、の人件費の削減ということが述べられております。で、まあ、答申でも、ですね、えー、人件費やあ業務の効率化というふうなことで、えー、人件費総額の縮減、 または短期的な給与減額という方向性が27ページですね、ここにも打ち出されております。しかし、現状ですね、このコロナ禍の下で、本当に職員の皆さんが献身的に働いておられる現実があるわけで、そういう方々の処遇を引き下げるというのは、私はあってはならないというふうに思っております。そして実際にです、ね、時間外の勤務 これがあの1000時間超えるような方も存在しておられるというふうに聞いております。これまさにですね過労死するほどの長時間労働が強いられている実態があるというふうなことです。まさにこのまあ、死ぬか生きるかといいますか仕事を辞めるのかそれとも。 自分が死んで過労死するのかと、こういう問題も実際あると、でこういう問題の解決のメドがです、ねえー、立たないもとで、こういう方向性が出てくること、本当に職員の皆さんの命がかかっておられる問題なんで、こうした方向についてはやはり考え直す必要があると思うんですが、最後にこの点の考え方を聞いて終わりたいと思います藤田人事部長。 はい、あの人件費についてでございます。あの今回の答申でもですね、あの非常に厳しい内容の答申をいただいているところでございます。あの他都市と比べてですね、まだあの171億円人件費が多いという状況で、これは引き続きあの縮減の努力をあの続けていかなければならないと思っております。あの一方でやはりあのご指摘のとおり、この中で頑張っている職員、あのあの、えー、過労死ライン、いわゆる過労死ラインをはるかに超えるような残業を敷いているような事実も。 あのございますこれにつきましては、今年度、時間外勤務を2割削減をするという目標を立ててです、ね、あの内部事務の効率化ですとか、ICT の活用とかで、なんとかこの目標を達成していきまして、そういった職員を解消したいとも思っております。や,やはり、本州の危機的な財政状況を踏まえますと、今後もあのこの人,、えー、人件費、これについては削減をしていく必要があると考えております。鎌野委員 えー、まずは、まずはです、ね、もう話の順番としては、お考えそういうお考えを持っておられることはあの当然、承りますけれども、その実際に過労死を起こしかねないことがある、それをやはりなくしてからですねその話を進めないと、とにかく大きな、あまあ、それこそひとまとめにして、人件費ということをするのは、私は。 かなり乱暴なことだと思っておりますので、これはぜひとも、まずはしっかりと過労死を起こすような状態を解消していただきたいと、話はする仮にするとしたら、それからではないかそこ、そこからでなければ話が進まない、もうこのことは最後に指摘させていただいて終わります、以上です続きまして、はい岩田さん、委員、どうぞ。 岩委員えー、それでは私の方からもよろしくお願いしたいと思います。あのまあ、改めてあの、この審議会からいただきましたあの答申をあの拝見をさせていただきました。で今まであのいろいろな形で答申というものも目にしてきたわけですが、まあ、今回、これほどです、ね、あの厳しい指摘も含めた、 まあ答申はまあ今まであ,のあったかなという,こう記憶を探ったりもしております、まあ、それぐらいあの審議会の委員の先生も、ですね、えー、本当にあの血も涙もある先生方が、これだけのことをまあせざるを得なかったということについて、ですねあのしっかりやっぱりこの受け止めていただきたいというふうにあの思っております。にね そこででお聞きをしたいわけですあの今回のはじめにというところで、こう、前文書いていただいておりますが、えー、京都市では現在、将来世代への負担を先送りすることで、収入以上の支出を行っていること、これを今後もこのまま維持し続けることは絶対にできないこと、まあ、こういったようなあのと葉っていうのは、なかなか答申でもなじまないぐらいにあの書いていただいております。 から市民サービスの受益と負担の合理化、これも見直していかなきゃならない、そして何よりも市民と十分共有することが大事だということも書かれております、でこういったことを踏まえましてです、ね、あのまあ、一方で、先ほどセーフティーネットの話もございました、えー、本当にこのどう取っていくのかというところは、本当に苦渋の中で、この答申をまあ審議委員会の員野先生方はまあ作ってくださったんだと思うんです。で 私はね、その本来、この審議会で、こういうことが出てくる前にですね、もっとこの京都市の中できちっと、まあ、これに似合うだけのものをですね、本来は出していただくべきではなかったのかと、一つ一つ個別のものについてはありました、で我々も議会として、これはどうなんだ、あれはどうなんだということはやってまいりましたけど、まあ、こういったトータルの形で、あの なかかなかか本当は京都市みからがこういったものをしっかり作っていただいてわれわれに提示をし市民に提示をしてやっていくのがよかったんではないかとそうあってほしかったというふうにも思っています本当にあのそういった意味ではです、ね、局長この答申を受けてです、ね、あの文化市民局からこう今来られたわけですけどあの どういった今、受け止め方をされていらっしゃるのかを、改めて今回、初回ですので、お聞きをしておきたいというふうに思います別府財政局長あの。答申の中での厳しいご指摘についても、改めて先生からお話ございましたあの。現在の収支が合わない状況を、このまま続けることは、これはあの私自身もありえないことと思っております。それは 市民生活を支え続けることができなくなるということでございますので、この絶対条件については、何としてもクリアをしたい、一方で、私も行政に携わるものとして、限られた財源の中で、できうる限りの知恵と工夫で、市民の皆さんの生活を支え、豊かにしたいという思いもございます。しかしながら、あの財政自体は、やはり行政の土台でございますので、先ほど財政再生団体になってしまえば、すべてを失うと。 いう話もございましたけれども、土台をしっかり固めるということを制約としておいた上で、その中で市民生活をしっかりどう支えていくのか、そういう観点でこの財政再建を進めたいと思っております、また、先生からございましたあ、市当局としてのしっかりとした計画を持つということ、これは非常に大事なことだと思っております、これから作ります改革計画の中で、ご指摘の意見をしっかりと踏まえて、取り組みを進めたいと思います。よろししくお願いいたします あのやはりこう、まあ、今回ね、この、まあ、審議会に答申、あのまあ、諮問をしたというのは、ある意味でこの第三者的なあの客観性をあの当然担保するということもあの、理由としてはあると思いますで、まああの。先生方も書かれておりますけれども、やはりすべてオープンにする、この持っている情報についてはです、ね、やっぱりしっかりと出していくこと。 でこれは審議会の中でもそうでしたが、やはりあの市民の皆さんにも分かっていただかなくては、理解をいただかなくてはです、ね、当然進めていくことはできません。それと、あと、えー、一つ一つ9つの柱がありましたが、その個別については今、私はあの質問はあの置いておきますけれども、やはりあの大事なことは、その行財政局は、まあ、基本、まあ、お金、まあ、財政部分、人事、いろいろあります。でもそれ以外の この国の基準を上回るものについては、各事業の、そしてその先に、本当に一人一人のお顔があるわけです。もちろん、簡単に切ってしまえば、確かになるという、でもそんな乱暴なことは絶対できないことは、もう目に見えて分かっているわけですね。だからやっぱりそこのところでは、各局ともしっかりと連携をしていかないといけないと思いますし、なおかつ、各局の中で、その先にいる人たちの顔が見えて、 初めてどうしていくんだという想像力も絶対に働かせていただかなくてはならないと、まあ、このようにあの思っているわけですが、もう今、この答申が出てからですね、まあ、あの各局も動いていると思いますけれども、あのこの辺の連携といいますか、まあ、この辺は今、どうされているのかをあの少し伺っておきたいというように思います別府行財政局長、はいあの。各局とは答申の中身について、 えー、共通認識を図るということで行っておりますし、えー、改革の進め方についてもあの、その都度情報共有しながら進めております、また、市民の皆様の声や先生方のご意見なんかも含めて、トータルで進めるように、そこは留意してまいります、えーはい、岩佐委員。あの本当にあの、もんぎり型でできないということは、もう皆さん、重々承知をしていただいていると思います。本本当当ににに丁寧に、えー、本当にこの 先を見てです、ね、もう一回言いますけど、やっぱり想像力を働かせてどうなるんだというところまでやっぱり見据えてあの議論を進める、まあ、その上で、やはり全部が壊れてしまってはいけないので、まあ、当然、計画がこれから出てきますので、またその時に議論もしていかないといけませんけれども、目標設定もいるでしょうで、それはまたこの5月ですから、もう非常に態度な中で、でも、もし,もしこの、 減額というものを想定すればです、ね、皆さん、今年はいいですけど、来年の計画をそれぞれが皆、考えなくてはいけないという、そういう時間的な制約も出てくる、まあ、そんな中でのせめぎ合いになり,ますなりますけど、あの我々としてもあのしっかりと市民のお声もあの、もう今の段階でも心配していらっしゃいます、まるでなくなるかのようなことを言っている方もいらっしゃいます、でそうじゃないよと。 ならないようにどうしてるんだということを我々は今は言ってますけど、まだその答えも当然ない中で、どれだけどうするか、もうい,いろんなところでいろんなお声がどん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 出てきているのも事実ですので、あのそういったこともまたしっかり議会ともやり取りをしながらです、ね、しっかり進めていただきたいということを最後にお願いをして終わりたいと思います。金山市長 はいあのー、今おっしゃったように、そのまあ、もちろんその原曲というのがありますけどそのった先にいる、まあ、市民の皆様の当然のことも我々行財政局も当然意識してやっていくべきだというのは、まさにおっしゃるとおりだと思いますで、あのー、で、この答申ではまあかなり厳しいことを書いてございますが、やはりどうしてもこの、まあ、見直しのことを中心に、まあ、もちろん議論したので、まっすそうになっておりますけども、実際、計画を出す段になっては、やはりその、 今おっしゃったら全部なくなると,ということは当然ありえないわけですので、こういう部分は守るということとセットでお示しするということが大事なんじゃないかと、そのな,なんかその削減する部分ばっかり、今確かにこれ、なかなかどうしても目立ってしまっている部分ございますので、こういう部分はやっていくんだということとセットでお示しして、<laughs> あの市民の皆様方の命の、まあ、と暮らしを守る、まあ、そのスタンスというのはあの、まあ、示していきたい、このように思っております。 岩さん員あすみませんあの、最後と言いましたがあの、本当にお願いしたいと思います、あのー、答申に込めた思いということで、改革の先が縮小一辺倒の暗いものであっては、市民の共感を得られない、改革の先には将来の明るい展望が必要だと、まさにあのこれは大事なことだというふうに思いますので、もう京都市はもうあかんのかいなということだけになれば、決してそんなことはない、まさに1200年の歴史を紡いできたこの京都。 ならではの力というものは必ずあると思いますし、まあ、そこはやはりあの市民の皆さんのご理解とご協力がなくては到底立ち行かないということもありますので、えしっかりとその削るだけの計画じゃなくて、しっかりとしたビジョンをです、ね、出していくような、まあ、そういうあの計画であっていただきたいということを、まあ、改めてあのご要望させていただいて終わります。 それでは、続いてライン、江村委員。江村委員。よろしくお願いします。 あの私もあの今回の答申が出てくるにあたりましてあのまあ何度かあの時間の都合がつく範囲であの審議会も覗かせていただきましたでその中であのまあ座長筆頭にあの大変あの知識のあられる先生方があのいろんなご指摘をいただきまして特にあの座長にあの感謝されては。 あの非常にこう財政難であることを責任を持って今回の審議にあたっていただいたなというのを強く感じております、であの今回の答申の中身もあの大変重要なあの厳しい内容が盛り込まれておりまして、ぜひあのこの方向というのをできるだけ早期に実行いただきたいという思いを持っていることをまず冒頭に申し上げたいと思います、であのまあ質問なんですけれども、ちょっと一番最後の部分から入りたいなと思っておりまして。 43ページですね、これあの、まあ、審議会の資料でも出てたんですけれども、その財政構造の現状と今後、あの必要となる財政構造の改善のイメージということで、そのもうまあ、はっきりとこう書かれておりまして、これまでの運営はあの収入よりも支出の方が多かったんだと、でそれによってこう構造的に財政難を、まあ、あの続けてしまってきたんだというのが書かれてきて、でこのまま続けると、もうあの財政破綻してしまいますよと。 ですからそのまあ中長期展望に立ったあの収入と支出の均衡を図っていくということがあのもう将来的なえまあ財政構造の目指すべき道として書かれております、であのこのこ中長期展望のこ,のまあこれ、基,基本的なことなんですけれども、まずこれを目指すのがいつ頃ということを目指されるのか、これについて教えていただきたいと思います。金山市長 43ページの図ですけれども、あ,のあるべき姿はあのこれだというのはあの今、おっしゃったとおりで、まあ、あの審議会でもあのそういった議論をしているわけでございます、ただ、あのーまあ、これもあの先ほど来申し上げておりますが、あのまあ、今、危機の取り崩しをまあこの計画を続けてきたという経過がございますので、まあ、それが枯渇してしまうかもしれないというリスクがございます。ですからこの 今のこの姿の,あの行く手前の段かなり手前の段階であのそういう状況があってまずそこを回避するというのがあの先決ですのでちょっとここでそれはあのその回避した上でえで、ー、このだな、まあ、何年か後に、まあ、この姿に至るということですので今ちょっとこれが。 何年後という、ちょっとその年数までちょっと今、申し上げられるような状況にはちょっとないというのが、私どもの認識でございます、ただ、常にこれを頭に置いて、財政をしていくべきという、のその考え方自体はあのえ持っているところでございますあのなぜこの質問をしたかと申しますと、やはりこう今現状に進んでいる方向性として、あの計画段階では、 ここに至ることがあの極めて難しいとあの感じているからです。で、あの12ページに書かれている。その墜落回復機とあと水平飛行機。 で上昇飛行機というふうに、まあ、今後の展望が書かれているわけですけれども、そのまあ今現在は、交債償還基金の枯渇リスクをこうできるだけこう回避していこうということの、このフェーズで動かれているということで、あのまあ認識をしているところです、であのまあそれに向けて、交債償還基金の取り崩しにおいても、そのまあ令和7年度までの残高1000億円以上を残すということで、動いておられる状況ではありますけれども、 これあの仮に1000億円以上を残すという状況でもです、ね、令和7年の段階では、交際償還基金の6割を取り崩してしまうということになります、であの令和3年から、その墜落回復期とうしてのこう取り組みを開始されている状況ですけれども、そのこう令和7年に至るまでの,あの極めて短いこの期間の中でも、この5年で、あの えまあ3割の取り崩しから6割の取り崩しということで、ここのまあ、あの経過だけでも非常に大きいなという思いがありまして。そのーえーまあ最終的には令和15年に満期一括償還1年分をまあ残す計画ということで出されております。で、あのまあ純粋にちょっと伺いたいのが、これがその墜落回復期から水平飛行機に向かってで、その後上昇飛行機に向かっていくと。 いう中で、この交際償還基金の計画で、水平飛行機に入っていけるものだと思われるでしょうかというとこ、確認したいと思いまあの山、ーまあ、その右下に下がっているという、この、えーまあ、10ページの,あのグラフをおっしゃってるかと思います。あのーまあ、この 令和7年度1000億で、今、令和15年度458ということですけれどもあの、まあこのえー、このラインを維持していけば、このまあ、だいぶ10年以上先のことですので、今、なかなかあの推測はしにくいですけれども、それでは水平飛行にはあの移るれるのではないかというあのことは、あのイメージとしては持っております。ただあのこれ、えーあのこのえー、三角の,このグラフ改革を行って なかった場合という過去一のグラフございますけれども、これ、令和8年度であの止まっておりますけれども、これ、実はこう、まだこれは下に下がっていくんです、実は、このグラフというのは。で、ちょっと今、数字はちょっと持っておりませんけどこれ、ずっとこの右下に下がっていく状態、ですから令和15年度でいくと、このかなり、このページの下までいくわけですけどこれをこの下がった状態を、この458億円まで持ち上げるということで、この、 令和15年の458億円にするだけでも、あのかなりの改革をまだ続けなければならないという状況ですので、あのまあ、これがまあ低いということでおっしゃりますけれども、ここに至るだけでもかなりの血を流さないとあの到達できないというのが、あのこのグラフの示しているあの状況でございます。エムライン はい、あのもちろんその審議会も覗いてきました。し、あのまあ、基本計画のところでもまあ溢れてきました。し、そのまあ、かなりのあの改革を、えー、やらなければいけないということは、あの私自身も前提として理解をしているところです。まあ、とはいえですね。あのまあ、これ最終的に令和15年の段階で。 8割本来あるべき金額から取り崩してでそこからその仮に水平飛行に至ったとしてもこれまたそれを返していかなければいけないというその時に2000億近いようなこの取り崩したものも返していかなければいけないというような状況でしてやはり あの、この計画で進んでいくこと自体が、まあ、非常に困難な絵だと思っております。ですので、やはり、こう、まあ、何度も何度も基本計画の際にも、その答弁されてましたけれども。これが最低のラインなんだと、何とかして、その上積みしていくんだということを繰り返しておられて。もう私たちも、その答弁しかなかったので、それにかけるしかない状態だったんですよね。が、ちょっと、こう、あの、本当に、これ、危険な数字だと思いますので。これを、できるだけ、こう、上積みするというところを。 あのもう今一度ちょっと申し述べさせていただきたいと思います。で、あのまあこの1年でですね。 あのこれまではその観光客が多いのになんで財政が悪いのという形でまあ市民の方々も財政なんていうことをやっぱりなかなか理解していただくことが難しかった中でこの1年の空気感は本当に変わりましたあの財政は本当に悪いようですねとであのいうことでちょっとあの市民の人たちも一定の,あのしわ寄せが来ることをあのまあ受け止めておられるかまでは分からないですけれども一定あの認識されてきているというようなあの状態の空気感は 感じておりますでまあそれに対して、ちょっとこう私自身も回らせていただいて、反発する、怒る市民の方々もおられます、なんでこんなになってしまったんだと、で私たちの生活、何かしたわけでもないし、何か関係ないと、だからあの市民生活に幸せがない範囲で、なんとかやってほしいというようなご意見、厳しいご意見もちょっとたくさん伺うんですけれども、まあ、とはいえ、市民の方々にできるだけこう認識をしていただいて、協力をしていただかざるを得ないと。 いいうよううよなな状態になろうかと思いますであのま職員さんもあの大変厳しい中だと思うんですけれども、これをあのご協力をいただかざるを得ないという状況でして、そのま、今回あの、人件費の部分で、えー、資料を見ておりますと、ま、かなり力が入った状態で、27ページから書かれております。であの 平成19年の全会計のときには、まあ、約3500人で、人件費は年間270億円を削減していると、とはいえ、そのまあ今現在も人件費と委託費の総額を比較した上で、他都市と比べて、やはり公共都市の水位というのは、人件費水位は高いんだという現状が書かれておりまして、その給与水準においては、そのやっぱり非正都市の平均の高い水準であり、 えー、財政行財政改革を進めていくには給料の一定の見直しも、えー、していかなければいけないと。 書かれておりますであの、まあ、短期的にその財政のえ財政難をえ取り除くえ、回復させるためにあの職員の給与減額を検討すべきと書かれていて、まあ、これはこれであの、まあ、やるざるをえないと思うんですけれども、次、あの29ページのこうえ書かれているところですね、その単に人件費の自然減を増す姿勢ではなく、どのように人件費総額を抑制し、コントロールするかの検討することが重要であると。 いう,ふうに書かれておりますあのこれがやっぱりちょっとこうあの、ま、大きな観点で書かれているんですけれども、やはりこう京都市の,あの人件費っていうのは、 構造的にまあ高いんだというところで、まあ、年齢の,あの水準が高いという部分も含めて、やはりこう構造的に見直さなければいけないという要素があると思います、ですので、ちょっとこう書かれている部分に対して、そのまあ一律で下げるという考え方だけでなく、あの構造的にあの給与表であったり、給与体系の見直しというものも踏まえていくべきだと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 人人事部長はいい件費でございますあの本市の職員のですね給与水準というものは、あの基本的にはあの人事委員会勧告、毎年をですねそれに沿ってあの市内の民間事業者と均衡さ,、えー、させているところでございまして、まあ、確かにその、 えー、韓国の,です、ね、あの金額を見ますと、都市えー、あの政令市で7位ということで、まあ、あの京都市,な市内の賃金がまあ高いと、そういう状況で、われわれの企業水準がまあ高,高くなっているということはありますが、まあ、やはりあの人件費あのなな、なぜこんだけ、たとし市より高くなっているかということにあの主な要因として、やはり職員数が依然として多いということがあの一番の要因であると思っておりまして、まずはあの人員削減。 これをさらにしっかりと進めてです、ねあの、人件費をコントロールしていく必要があると思っております。委員 はいあのまあ、今回の審議会でも触れられたのが、そのまあ、前回の時にですねこに人員削減という個別の項目の削減だけに特化しており、それが実現できているから良いということになってしまったというところも指摘されておりまして、やはりこうあの人数だけでなんとかするっていう問題のところではもうないと思ってます、人数も考えなければいけないですけど、プラスアルファを考えていくべきだと思っております。であの今後ですねやはりあの 人数が減るということはそれだけ残された職員さんの負担が増えるということでその中であの財政再建をしなければいけないので職員給料も一定減らしていく。 という方向性になってしまうと、そのもう頑張ってる職員さんからすれば、もういいことがない状態になってしまうという、あのモチベーションの低下も非常に危惧されるところでして、やっぱりこうそこで考えるのは、今のじゃあ人件費の構造っていうのは、何が課題があるのかっていうところですよね、であの以前からあの指摘をさせていただいておりますけれども、やはり3級の,の部分の職員さんっていうのが、あの上限金額のところに、あのまあ年齢上あのどうしてもこう上昇して、 えま非常に突出して、えー、最終的なあの最高要求のところにあの人が多いという状態になっておりますであのまあそこの上限の,あの平均年収の方々だけでもで、ね、780万円にこう平均給与が及ぶということでやはりちょっとこういうところのボリュームゾーンというのを一定見直しをかけると。 あとはですねあの人事評価の部分もあの実施をされている一方で、非管理職の85%の職員さんは、給与範囲がそこからなされないと。 ただこれも大阪とか東京とかも人事評価による給与の反映というのがかなり導入をされていても56年以上経つと思うんですよねであのここの現状というのも踏まえながらやはりこう人事評価の中で30点から60点ほどの評価の差があってで同じように459しか上がらないとであの人件費も総額も避けられるし人も減って負担も増えるのにじゃあもうその頑,張った頑張ってる職員さんからすれば一体何をも どうやってモチベーションに変えてやっていくのかということになってしまいますし優秀な職員さんがそれであじゃあもう京都市の職員続けなくてもいいやと。 で、これから、あの、令和十五年で、財政がますます厳しくなって。これから、じゃ、今、四十代の方々って、まあ、この先の将来を職員さんとして見る形になりまして。この行く末を考えたときに、あの、その職員さんの人たちが、欠けていってしまったときの、京都市の運営というのが大変なことになると思うんですよね。が、ね、だからここも踏まえまして、やはり、こう、ちょっと人件費っていうのは。あの、まあ、支出の中でも、かなりボリュームゾーンを占めますので、手をつけざるを得ないですけれども、その手の付け方。 方非常にきめ細やかにやってもらいたいというのがあの今回の思いです。これちょっと改めていかがでしょうか。藤田人事部長、はい、あの職員の給与でございました。あの我々これまでからですね、あの職務職,職責を重視したあの給与構造への転換に努めてまいりました。あのまあ、例えばですけれども、あの平成24年度にはですね係員のあの最高給料額を3万円ほど ほどあの引き下げたりとか、ですねあとあの28年度の,あの見直しでは、ですねあの職員全体の給料2%引き下げたんですけれども、特に高齢の係員については4%下げる一方で、えー、管理職については1.2%の議員にとどめるなども、そういった取り組みをこれまでからやってきております、ご指摘の件でございますけれども、ただ我々あのは、ね、やはり人事委員会制度、 韓国制度を基本に、まあ、今、給与カットは例外的にやっておりますけれども、あの人間制度を基本にやってきている中で,です、ね、でその,あの、えー、職務、職責を重視した給与構造へ転換をしても、あの人間制度の範囲の中で収まりますので、あのそれであの人件費が削減されるということではないかなというふうに思っておりますが、ただ、答申の方でもですね給与制度、点検見直しをやるべきだと。 あの人間制度はあるけれども、あの常に市民に説明できるものであるよう、やるべきだと書かれておりますので、我々もあらゆる角度からです、ね、引き続き給与制度の点検、見直しをしてまいりたいと考えておりますムライン、はいあの。今申し上げました、その給与体系の,あの変更というのは、あの人件費の抑制に大きくつながるという期待するもの以上に、どちらかというと、今後、構造的に、 あの人件費を抑制しなければいけない中でなんとかモチベーションの、えー、職員さんを維持させるためのきめ細やかな作りだと思っておりますのでちょっとその観点を踏まえてお願いをしたいと思います。であのーまあ、今回ここのののの人件費への意見のととろで、まあ、大変鋭いい観点だなと思いましたのが その職員数が多いということは、それだけ手厚いサービスを行っているという面があると思うと、一方で、職員の返金年齢が高いことで、他都市に比べて給与が高いというのは、市民が納めた収入をどういう施策に配分するかという観点から見れば、職員の年齢の高さが必ずしも職務、能力の高さとイコールではないことから、相対的に市民サービスの配分が少なくなっているとも言えると、で市民サービスにつながるよう、人件費のあり方を考えていただきたいということで、やはりこう、まあ、あの人間制度の範囲内の中で、まあ 動いていく部分もあろうかと思いますけれども、やはりこう市民、納税者の市民に対してのどう効率的にサービスを還元するかという意味では、ここ、大変大きなボリュームゾーンになりますので、ぜひ力を入れつつ、きめ細やかな対応というのを進めていただきたいと思います。ちょっとあの他にもこう歳入の部分とかいろいろありますけれども、ちょっとまあ個別のところでもすでに触れたり、今後も触れていきたいと思いますので、今日はちょっとここで収めたいと思いますよろししくお願いします。 続いて宇佐美委員宇佐美委員、えー、よろしくお願いしますまあもういろいろと今までもあの議論ありましたんでえ,えっとまあかぶるところは省いてですねで私からちょっとまあの違う角度でお伺いしたいんですけれどもまあこの答申をあの読ましていただいて、えー まあ正直書いてある内容ですね、今まで市長が過去、いろんな意味でご答弁なり、市民の皆さんへ説明されたりとしてきた内容、で10年ほど前とか、まあ、過去にもそのいろいろと審議会なりで指摘された内容、それに加えて、議会でまあ私も含めて、さまざまな議員が指摘した内容。 と、と違うところ、新しく何かここで増えた内容、どういったものがあるのかなというのをちょっと教えてもらいたいんですけれども、まあ、あの端的に言うとね、いやこの話、も今までも議会でも散々いろんな指摘もあり、市長も答弁され、皆さんもご答弁いただき、ご説明いただきという内容と何、新しく何か増えた内容というのがあるのかなと。 いうのをちょっとお尋ねしたいんですけれども、まあその教えてもらってよろしいですか。金山市長はい、あのまあ今回の投資についてでございます。あのまあ京都市確かにその10年前にも新規ございましたで、まあ今回やってるわけですけれども、まあ京都市の財政構造っていうのがああまあ改善してない、まあわ悪くな、多分トレンドとしてはあの悪くなっている、まあ多分構造変わらないまま悪くなっているので、まあ似たものになっ るというのは、まあ、ある程度やむを得ない部分があるのかなと思っております。で、あの、まあ、新しい部分、あの、各論の部分で言いますと、例えば、その。 えまあ今回、下水道の繰り出し金についての言及ございましたけれども、これはあの我々の方からあの細かい、今までどち,どちらかと言いますと、一般会計中止の議論、これまでしてたわけですけれども、下水道の繰り出し金の水準がどうなのか、この下水道会計側での,その事業の執行状況なども、細かい資料を出させていただいて、 あのまあもうすでにこれは令和3年度予算に反映しているところでございます、それからあのもう一つ、ああ例で申しますと、例えばその被災者住宅の再建支援制度、これ、社会福祉施策の部分ですけれども、国基準を超えている事業ということで、これはあの審議会の中であのまあ議論をいただいて、これもすでに令和3年度予算にあの反映させているところでございます。今今申し上げたようなことといののは実は実年の1月にあの 改革の視点というのをまあ出しておりまして、それはあの審議会の議論をまあ具体化したものとしてまあ出しているわけですけれども、ですから、これにその新規性がないと見える部分というのは、実はその先にその行政改協の視点というものを審議会の意見を受けて出していたということもございまして、ちょっとおそらくこれが何かその目新しさに欠けるというような印象を与えているのではないかと、いうちょっとあの今、お聞きしてそう思ったところでございます。宇佐ン。 まあね、下水道の繰り出し金の話これ,じゃこれはちょっとあの後でちょっと話したいんですけど、まあ、繰り出し金の話とか、まあ、その今の,、ね、その被災者、えー、住宅再建支援の話とか、まあ、これもまあ常々というわけでもないので,で,す、ね、で,あのでそもそもの,その財政が厳しいという状況とその至った経過のところはもう私も含めても 散々議会でも指摘してきてきるところなんですよね。で、それがこれがこう私こう見てた、まあ、今までこんな議論いろんな場面でいろんなあの議員の皆さんも含めて市長も含めてされてきた内容がこうまとまったようなように私見えてるんですね。で,でこれが答申をね出されてえじゃあどう,どうしようという 意味で、ね、これを出されたんやろうという真意がちょっと私正直よくわからないんですであのこれをまあ,あの極端な言い出したらまあずっと議論してきましたよねっていう話なんですよこれ読んでてもでそれでじゃあこの答申のそのこう出されたこう意図っていうのがねあのもう一回再度指摘を厳しくしたという以上にね例えば何かこう今までこうやってこなかったねその ことをこういうふうにすべきやとかね、言ったところがちょっと私、正直読み取れなくて、ですねあの物事が整理されたというようにしか見えてないんです、そういう意味でそのお尋ねしたいのは、この答申に込められた意図っていうのがね、何なのかと、どういうふうに受けてもらったらっしゃるのかと、行財政求がですね、それをちょっと教えていただいてよろしいですか。ごめん金山委員金山市長失礼しましまた はい。あのー。まあ、今そのもうすでにまいろいろ議論されたことだとおっしゃいましたけれども、やはりそのえー、まあ10年前とのまあ違いで言いますと、やはりその交際償還危機器の枯渇というリスクというのは10年前にはなかった。話なわけでございます。ですから、あの今回はあのそういうまあ枯渇リスクがあるということを我々。 から提示いたしまして、まあそれを前提にあのいろいろ議論をして、まあここでその将来負担比率の問題とかいろんな指摘ございますけれども、その、えー、ですからそのまあ結論としてはその同じように見えるかもわかりませんけれども、その議論のまあ背景土台、あの国債償却の取り崩しがそれほどでなかったときと、もうすでにそのまあ800億近くあの取り崩している状況でそれ前提の違いで、まああの私としてはかなり厳しいあの指摘を前回に。 に比べ総務省の取り崩しとかも含めて、もいろんな特別の財源対策の問題点とかね、いや私もずっとこう6年ぐらい言ってるつもりなんですけどね、でいや逆に言うとね、今までこう私も含めていろんな議員がそのいろんな委員会とかね、代表質問等々含めてずっとこの辺の話してきたわけですよ、例えば退職手当についても私もあの質疑しました。 で3年ほど前かな、こんな中身もその単なる赤字交際やしね、実際、これが積み重なっているのが問題であるとか、あその辺も含めてね、ずっとこう指摘してきたわけですけれども、いやそれも逆に言ったら、あまり今まではその、まあ、特に、まあ、ちょっと言い方悪いですけれども、あまりこう考慮されてなかったというか、ですね、まあ、それはそれとして、まああの、ご自身たちのその、 道を歩んでらっしゃったというふうに今逆に聞こえるんですよね。ね過去からも指摘ずっとしてきたと私は認識してるし、これはもういろんな議員が言ってきてることの集約やと思うんですよね。これだからなんかこの一年かけてまあこれ審議ねご審議いただいて大変やったと思うんですけれども、その審議会の皆さんにもで結局その一年間経って何かこう進んだかと言われると。 いやこの過去のこの何年にもわたっていろんな指摘されてきたことが、まあ、整理されてまとまったという以上にこう感じないんですよね。逆に言ったらですね今までしてこなかったわけじゃないですかこの有識的に対して正面から取り組みをそういうことの裏返しに聞こえるんですよ私なんか聞いてると今まであんだけ質疑してきた中でねいっぱい書いてある <laughs> 私これざーっと読んでて。 もうさら、まあ、私がという意味じゃなくて、もういろんな議員が言うてはる内容がどわーっと書いてあるわけですよ。急にこれ、審議会やったら、いや、厳しく受け止めますって言われてもね、じゃあ、今まで議会のことは厳しく受け止めてなかったのかなって、正直感じるんです、それで、これ、何か新しいことが含まれたんですかって聞いたのは、そういうことなんですよ。これ、本当にね、その今後これ、計画、出てきてないので、どういう計画されるか。 まあ、それをしっかり見てからと思ってるんですけど、やっぱりそこはね、そのまあ、二元代表制の下でそのこうやってきてるわけですから、そのやっぱりし,そのしっかりとね、その前向きな議論を今後もやっていきたいなというふうに思うとこなんです。過去の答弁、私も紐解いてずっと見てきたけれども、いや、こう,こ,うこういう問題違いますか、いや、それは大丈夫ですとかね、いや、これはしっかり警告してやってますとかね、そういう答弁がずっと並んでるわけなんですよ、過去。 で今になって、それでいや、これ、答申が出てきたから厳しく受け止めますって言われたって、今まで気ぃつけへんかったんですか真っ正面から取り組まかなかったんですねっていうふうに感じてしまうんですよね。だから私、聞いたのはなんか新しい取り組みというかね、今までも議論も踏まえて、今後こういうふうにやっていきますとかね、例えば答申でもこれ、具体的な目標も何もない、書いてないですよね。目標設定も日程の話も、先ほどの他の委員からもありましたけれども。 だからこれ出されて、これも渡されてどういうふうに考えはんねやろうというかね私もこれ報告を受けて私たちもこれどう受け止めたらいいのかっていうのもう分からないんですよ正直。ですのでまあいずれにしようその本当にこれ過去からもこうずっと議論してきた内容をねしっかりやっぱ計画立ててもらいたいしあえて言わせてもらってるんですけれどもその本当にねまあ先ほど田の委員からもありましたけれども何回もこの間も言ってますけれども しっかり見直すべきを見直して次の世代にとって明るい計画10年後には何とかなるなとみんなが思ってもらえるような計画ぜひ作ってもらいたいと思いますしまああの細かい中身についてはもう皆さんがお考えになられた内容をしっかり見させていただいてその時に議論したいと思うんですけれどもぜひあの前向きにあの良くなると京都市が良くなるという計画をぜひ作ってもらいたいなと。 いうふうに思うんですけれども、それについて、えー、いかがお考えでしょうか。金山市長 はいあのまあ、前向きな議論で計画を作っていくべきだというのはあの私もそのように思っておりますであの、まあ今まで散々視界で議論してきたということをあのおっしゃっている部分につきましては確かにその、まあ、総論的に交際償還機の取り崩しがよ、まあ、くないとかあの脱却すべきだとかあのそういった総論的なお話は確かにあの今まであのたくさんいただいてきたと思っております。ただあの個別にその 例えば福祉のこの事業についてあのど,どうすべしだとか、まあ、先ほど申し上げた、その繰り出し金についてどうすべしだという、その角度についてはあの、私どもの認識としてはあ、あまりそれほど、何かご指摘を受けてきたという認識はあのなかったと思いますので、その部分はあのこの答申で少しあの進んでいる部分。 といいうのが認識でございますであの、まあ、確かにただ、あのここでその、まあ、踏み込みが足りないという部分があるのは、あのまあ、確かに事実だと思いますで、ね、それはわれわれが作る行政としての計画の中で、あのもちろん具体化して、明確化していく、これがわれわれの責任だと思っております<民>まあ個別具体的なことを指摘してのこなかったと言われたら、非常に残念な今、思いなんですけれども、まあ、今後もしっかり言っていきたいと思いますので。ね、それと もう一つあの、これ、国基準を上回る項目についてはいろいろ言及されてるんですけどね、これ、そもそもあの京都市って全部国基準か国基準を上回ることしかやってないんですかね、私、これなんかすごい見てて、不思議やなと思ったんですけど、資料の作り方、国基準よりも下回ってる事業っていうのはありますよね、いろいろ、多分ぶん。だか私は一つ明らかに下回ってると思ってるんですけれども、交付税に算定されてるもので、 その中身を実行してないものっていうのは、それはどういったものがあるというご認識でしょうか金山市長。すみませんあのあの、おそらくその交付税の一件一件、ちょっと私、手元に資料ございませんが、あの下回っているものがあ,のあるというのは事実でございます、ただ、あの現実に申し上げますと、多分上回っている部分が大半で、ご指摘のように下回っている部分というのが、多分かなり少ないというのがあの現実としてはあるかと思っております。 まあ今もお話ちょっとありましたが、中学校給食ね、全員給食、あれ、交付税算定措置してるの、2万何千人分でしょ、実際、執行してるのって何千人じゃないですか、なんでそういうことをここ書かないのか、上回ってる、上回ってる、上回ってるって、いや、やってないところもあるわけですよ、本来目指すべきところというかね、その国基準にベースにして、 国基準をベースにして、そこから上のところがこんだけですよ、こんだけですよって言うんやったら、下回ってるとこもやっぱり言うべきじゃないんですか、市民に対して。私、やっぱりね、そこがね、私、正直、これについてはどうなのかなと思います。いや、それ、国基準を持ち出さないんやったら別なんですよ。自治体としてこれをやるべきやと思ってやってきましたっていう話やったらわかるけれども、突然ここで国基準っていうのを出してくるんやったら、逆に上回ってるものあれば、下回ってるものもあると。 いうことはやっぱりつまびらかにしていただく必要があるんじゃないのかなというふうに思うんです。で、国基準を上回っている部分はこれだということであったら、国基準を下回っている部分はどれかということについても、資料を別途いただきたいなというふうに思うんですけれども、また後ほど委員長にお諮かりいただけたらと思います。えー、以上ですた、えー、ただいまま宇佐美委員からの提案がありました 国基準以下、下回っている事業について、資料を求められましたが、当局はどうでしょうか、はい、金山市長、はいあの。ちょっと数がどんだけあるか、ちょっと分かりませんので、ちょっとお時間いただくかもしれませんが、あの作成を、主なものということで作成させていただきたいと思います。では、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めること,求めることにご意見ありませんか。 はいそれでは異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします理事者におかれましてはなるべく早く提出いただきますようにお願いいたしますここで1時間経ちましたので3分間換気を行います それでは引き続き質疑を行います。島本委員、島本委員、あちょっと確認ですか。あの先ほどの宇佐美のお話聞いてて、あのあくまでも確認なんですけれども、あの国基準をここには載ってるのは国基準を上回るものの代表を載せておられるわけで、これはあくまでもやっぱりこれだけ京都市が財政大変あの厳しくなっている。 そその大きな原因であるからあるるるかからられは載せている当然どこの都市もいろんな都市 <laughs> 上回ってる部分もあれば、えー、下回ってる部分もいろいろその都市状況とか、えー、構造とかによって、えー、あるかと思いますね地理的な条件や、えー、人口構成費いろんな産業条件あると思いますね <laughs> で、えーまあ、その中であのこれは大きな原因であるから載せておられるということでそれが えー、上回っている部分もあり、下回っている部分もあって、これが、まあ、プラスマイナスゼロぐらいになれば、こんなあの厳しいことにもなっていないけれども、はるかに上回っているところがたくさんあるので、えー、ここには挙げられているということでよろしいんですね、あくまでも別に下回っているのを、何かそれもうなんか聞いてたら、これは載せないといけないものなのかなと思いましたが、その辺は見解、えー、県会どのようなお考えですか。金山財政室市長 はいあのー、ちょっと今、手元の資料がございませんが、下回っているものもあるとは思います、ただ、あの今おっしゃいましたように、上回る事業がたくさんあるから、京都市の財政が悪くなっているはずですので、下回っている事業がたくさんあるんであれば、お,おそらくこんなことにはもうなっていない、まあ、こういう議論自体がそもそもあの必要ないと思いますので、あの下回っている事業のが圧倒的に少ないというのは、あのこれはまあ推測になりますけれども、あの現実かと思います。島本委員 その中で、うん、上回っている部分をしっかり見直してです、ねあのー、少しでもです、ね、財政状況をよくしていかなければならないというお話に総論的になっておりますが、えー、これ、先ほどの話ですと、一気に全部あのやめるわけにはい,けない,いかないというような、えー、お話も出ておりました。ここの中で特にです、ねえー、これはもうほとんどばっさり き、えー、るけれども、市として、ですねこの部分はなかなかあのとか、そういったお考えもこれから考えていかれるのかもしれませんけれども、大きく何か今、お考えの部分があれば、ですねお聞かせをいただいておきたい、お願いします金間市長、はいあのまあ。これから考える夫婦ですので、今、ちょっと具体的にな何かというのはあの、なかなか申し上げにくいところでございますが。あの 例えば8ページで先ほど議論ございました、あのえー、企業立地助成というのが、まあ、あの5億円ございますけれども、これ、あのまあ、先ほどその中小企業、大企業というお話ございましたが、やはりその京都市はやっぱり企業誘致があまり進んでいないという状況ございますので、例えばこの事業についてはその、額、まあ、をどうするかという議論もございますけれども、その企業誘致のために効率的なその、えー、補助金のあり方というのを、例えばこれについては考える必要があるかなと思っております。 ちょっと他の福祉施策につきましては今ちょっとこれから議論するところですね。ちょっと今あの何か申し上げるようなちょっと段階にはまだございません。島本委員、わかりました。ぜひぜひその辺のところね、あまりにもやはり中でもあの他都市よりも、えー、あまりにちょっと上回りすぎじゃそれは。 あの市民サービスにしても、福祉施策にしてもね、えー、すればするほど市民の皆さん、私たちもですけど、それ、嬉しいに決まってますし、ありがたいに決まってますけれどもね、えー、その辺のところ、やっぱりしっかり考えていただいて。 えー、これからですねこの辺の部分はやっぱりこれだけはちょっとあまりにも大きく上回りすぎていたからというようなことですね、しか今お話、まさに企業立地のところとか、ですねやっぱり全然できていないけど、やらなければ、どうしてもやらなければならない、あのえー、基盤整備とか、インフラ整備等に関しても、かなり遅れている部分はあります。 もうは,はっきり言いまして、あちこちね、えーた、多都市見ておりましたらね、その辺やっぱりしっかりしないと、えー、先ほどちょっとちらっと出ておりましたが、例えば、えー、いろんな企業や会社やね、えー、大阪、東京みたいにね、来ていた、そこまで目指,さ、えー、目指せるべきかどうか分かりませんけれどもね、えー、来てもらわないといけないというようなのであれば、ですね、あのー、しっかり作らなければ、整備しなければならない部分、 まだまだかなり遅れを取っている部分もありますので、しっかり精査して考えていただきたいと思います。その中で,です、ね、まあ、あの今回のこの総論的なことに関しては、ほぼ若会派の田中貴則委員も聞いていただいたので、もうあの重なっている部分を削除しますが、そのご答弁の中でね、大変これは厳しい、この指摘は、答申は大変厳しい措置と認識していると、そしてまた一つ一つ丁寧に、えー、と。 どういった見直し、改正が必要か検討しているところというようなご答弁がありました、これをね、これに沿って,全てです、ね、すべてこれを是として100、100%正しくこのとおりしていかなければならないのか、またはです、ね、やっぱりできない部分があって、その代わり逆にです、ね、ここになくても局として、これとは別のやり方なり、独自の考えとか改革ね、していかなければならないところもあるんじゃないかと思いますけれども、その辺のところがありましたらお聞かせをください。金山市長 はいあのまあ、この投資につきましては、これはあくまでもそのこの審議会の委員の先生方の意見でございますので、あのこのとおりに我々がしなければならないとかいうものではございません、ただも、もちろん貴重なご意見ですので、あの参考にはいたしますけれども、あのおっしゃいますように、まあ、これから各局と議論していく中で、あの違うやり方で何かもっと効率的にできるんじゃないかとか、まあ、ここに載ってない事業でも、 まあこう見直せるんじゃないかとか、それはいろんな可能性というのはあると思いますので、この投資を大事にするということはもちろんですけれども、一方で、これを超える、のこの外にあるような話についても、あのさ丁寧に見ていくべきだというのがあの私どもの考えでございます塩本委員、はい。それとですね、あのー、先ほどの議論の中で、えー、760億円、これがどうしてもあの今後必要な財源であり、<coughs> これをどうするかというような前提でお話を、議論をしておられたように見受けられます、聞こえます。ただ、これはですねあの、特別の財源対策、いわゆる公算、えー、と、公債償還基金の取り崩しを行っての話であって、特別の財源、あの10ページの下、10ページの下の表,表というか、考え方のところですね。 特別の財源対策を行わない財,源、えー、財政運営に必要な、えー、財源、えー、要するに2800億円なんですよね、すべてで、えー、足りない部分はですね、これをどうするかということを大前提として考えないといけないのではないか、あくまでももう取り崩していくのが前提で、まあ、まあそうせざるを得ないのか。 というところもあるんですけれども、ですねこの2800億円というところを考えないといけない、えー、と思います、その辺はどのようにお考えでありますでしょうか。金山市長、はいあの。10ページの下の表ですけれども、おっしゃいますとおりそのあ、あるべきあの財政運営からしますと、この2800億をあの埋めるというのがあの、あるべき数字というのはあのそのとおりでございます。ただああのまあ その先ほど申しました、そのいろんなその国々を超える事業とかを見直していくときに、やはりそのこの危機の取り崩し、まあこの A で835億円、のこの下の B の欄で、調整債、業格債335億円、これでま1100億円ほどの特別の対策を講じてますので、まあ確かにあのこれも本当はあのやめるべきものでございますけれども、ただ、 今のところ、ここまでや,やめるところまであの直ちにということになると、かなり,の,やはりその歳出の削減ですとか、市民負担の増とか、かなり急激なことがあの起こってきますので、当然2800億、これをあの意識はしつつも、やはりそのえまず当面としてはこの真ん中の部分の1630、すでにあの令和3年度予算で。 やった部分ございますので、残り760ということで申し上げましたけれども、あ,のあるべき姿をあの、まあ、意識しながらも、やはりその市民生活の影響も考えたという前提で、760という数字をあの先ほどから申し上げている、こういう認識でございます島本委員、はいあの。数字書いてあるからといってね、どうしてもこれ、例えば835億円、国債償還基金はね。 あの取り崩していくんだとか、えー、調整債、業界推進債ね、335億円は発行するんだ、変えたからこれ、全部やっていいと。 いうわけじゃなくて、極力です、ね、ここまではしなくてもいいように、毎年毎年、毎月毎月、もう毎日毎日です、ね、しっかりやっぱり努力していかなければいけないと思いますし、到底、あのやはり最終的に目指さなければいけないのは2800億円ですし、その辺をですを、ね、しっかり肝に銘じて、私たちも一緒ですけれども、取り組んでいかないいけないと思っております、その中で、やっぱりです、ね、あのこれだけの状況ですと、もう独自の力ではですね、 どう,してもどうしようもないかもしれません、やっぱり国にしっかり支援を求めないといけない、そういった中で私たちも、与党議員としてもです、ね、もう例年です、ね、いろいろな省庁や、そしてまた当然、国会議員、予算要望等々です、ね、必死になって繰り広げて展開しております、そういうところもしっかり認識していただいてです、ね、また一緒に情報共有しながらです、ね、取り組んでいただかないといけないと。 思いますのでその辺どのようにお考えでおられますでしょうか。歯科医の先生方への,あの協力をもって、国に要望することはあの大事だというのはあのおっしゃるとおりでございます、ただ、やはりそれにあたっては、やはり京,京都自身の努力というのも大事でございますので、やはり京都市の努力も見せた上であで、国に要望していく、これは歯科の,の先生方のご,あのご協力をもってやっていきたいというのが認識でございます島本委員あと,、えー、と、6ページ、7ページの部分ですね。 <coughs> あのいつも私、似たような、えー、構造の多都市と比較して、あのものを考える癖があるんですけれども、やはりです、ね、旧来より京都市、この北九州市とか広島市というところと、えー、非常に似通った,かよったところがいろいろなファクターがです、ねえー、あると思ってはおりますが、被災,被災残高の状況ではです、ね、北九州市が一番多く。えー まあ、京都と広島が、えー、似たような状況であったりです、ねえー、そしてまたあの一般、うん、一般財源収入の、えー、17ページの方ですね、えー、この他都市比較ではです、ねえー、京都市は、えー、と。 274、広島とほぼ似たような状況ですが、北九州はまあまあ300近いところがあると、その中で,です、ね、6ページに戻って、この真ん中の表で,です、ね、市民1人当たり平成20年度から令和元年度のにおける、被災残高の増減率、増減率。 いわゆるどれだけ残高が、いわゆる借金の残高が増えてしまったか、またどれだけ減らしたかという表であると思うもし間違ってたら、ちょっとご指摘いただきたいんですが、京都市は11%減らしたと、いう読めばいいんですね、これは。で、えー、その中で、あのー、北九州市はあのーまあ、5%しか、えー、減らせていない、そして2回あったところの広島が、えー 広島がです、ねまあ、15以上減ららしておられるこの辺の違いとか、えー、何か特別なことがあったのかとか、えー、その辺のファクター、もしも把握しておられることがありましたら、えー、お教えください金山財政室長。はいあのーまあ、6ページの真ん中のグラフは、今、まあ、先生おっしゃったとおり、その京都市の被災残高のこれ、まあ、減らしている率の,の11.3%というまあ表でございます。あのーで まあ、あのこの中では、まあ、あの減らせ方の、まあ、少ない部類に入っておりますけれどもあの、これが、まあ、こ,うこうなっている理由というのは、あのいわゆるその、まあ、建設事業に伴う支災というのはあの結構頑張ってあの抑えてるんですけど、先ほどあの先生もご指摘のあった特別の対策、あの業格債とか調整債とか、あのそういったその、えー、特別な支災。 他都市では発行していないような主債を発行して、その財源の不足を埋めざるをえないということが続いてますので、どうしても予想よりも削減率が低くなっているというのがこの表でございます島本委員分かりました。 いわゆるやっぱりその辺のところが原因になっておりますのでね、ねしっかりあの考えて進めていただきたいと思いますが、先ほどもお聞きしましたが、全体的にこれはねあくまでも答申、参考として重要なご意見として、えー、極力これに沿って進めていく、考えていく、計画を立てていくということですが、まあ、後,の後の方にはでさまざまなところで民間活力の活用であったり、民間資金の利用であったり、えー、民間の力を極力、ね あの使っていくと、いうようなことが。やっぱりあの審議会の先生方が考えられておられる中ではですね。たくさん入ってきております。これ、あの一長一短でですね。あのご存知だと思いますけれども。えー ね、例えば、あのー、民間の京都市の企業なり、中小企業の力を使っていくというのはいいかもしれませんけどいわゆる、あのー、やっぱり今、PFI が非常に大流行というよりもです、ね大あのー、大きなトレンドというか、大きな傾向、流れになっておりますね、国全体。ただ国全体としてはです、ねあのー、大きな企業の だいたい PFI を受けるところというのは大きな企業ですから、大阪とか東京とか、えー、横浜とか、そういったところにね、本社を置くところですが全体としてはそれで,です、ね、別にいいのかもしれませんが、やっぱりこれ、国全体が推奨していることといってもね、各地方にとってはいいところもあればあの、メリットのある地方もあれば、デメリットのある地方もあり、その辺はやっぱり地方としてはしっかり考えていかなければならない。京都としてはです、ね、逆に、えー あの民間活力の応用とか民間 の力の利用、いろいろな意味がありますので、ここ、一色団になっているような、最後の方に固まってますので、似てるかもしれませんけれども、PFI 等に関しては、しっかり慎重に考えていただいてです、ねあのー、結局、いつも私、言ってますように、確かに単年度、または短期的な予算としては、非常に助かるものであります、大きな、えー、公共事業等としたくてもですね、す、え、べ、ー、てあのお金出してもらえる、しかし、それはあの分かりやすく言といつも言ってますが、例えば1台の車を買うときに、 自分で貯金を下ろして現金で買うのか、またはローンでお金を借りて、ローンで返していくなり、分割払いにするのか、それとも、 もう一つの方法はよくリースという形がありまして、自分のものではないけれども、買ってもらって、リース会社が買ってるという形ですがね、結局、レンタル料みたいな形で、例えば5年とか7年とかですね、借りていくという形、この PFI というのは非常にリースという形に似ていて、短期的には楽なんですけれども、結果結、果ですね5年経ったとき、10年経ったとき、その契約が終わったときには、長期的にはあの非常に多くの、 ねえー、予算を使っているものなんです。<り> たくさん払わされているという言い方は悪いですけれども、そうなっていることと同じなんです、それであれば、えー、借金してでもです、ねえー、自主財源であの返していきながら、作るなり、なんなりした方が、短期的にはしんどいかもしれませんけれども、長期的にはです、ねあの、結局は、えー、そういったお、しかもそれがです、ね、他都市の大きな大きな、えー、ところに流れていっているのであれば意味がない、日本全体ではどこかが大きくなって、税収が入ってくるのですから、プラスマイナスで、えー、問題はないかもしれませんけれども、 京都市においてはあまり、あまりにこれ、推奨できる方法ではないと、私、持論ですけれどもえ、ずっと申し上げております、そのようのところもありますので、これ、あのまあ、学術的には、基上の計算ではです、ね、審議会の先生方は、これはいいことだ、いいことだとおっしゃられるかもしれませんけど現実的なところもえ、地方特性も考えて進めていただきたいと、強く思います。最後にこの辺の辺、えー、見解をお聞きして質問を終わります金山大生 はいまあえー、PFI の手法についてでございますあの、確かにおっしゃいますと、PFI はまあ民間資金を調達して、まあ後からその、まあ、行政がコストを払っていくというような場合もあります、まあ、あのいわゆる分,分割払いのような部分がございましてあの、トータルとして、京都市がやった場合と民間がやった場合の、そのコスト比較というのは非常に大事だと思っております、あのーまあ、今、その主催の京都市が借金した金利というのも、この非常に低い状態にございまして、 あの確かに民間で資金調達するよりも、京都市が資債を発行してやった方が安いということも十分ありえますので、そこはあのきちっとコスト比較をやった上で、どちらがいいのかというのは、慎重に考えてべき問題だというのは、今、おっしゃったとおりかと思っております。 すみません、何回も最後ですけれども、先ほど事務事業概要のご説明の最後のところで、後継や基本条例に基づいてです、ね、市内中小企業の受注等の機会の増大に努めるということをね、大きなあの事業の一、えー、つと、お仕事の一つとしておられますのでね、どうしてもあのなくせいといっても PFI。あの なななくならないでしょう今も現にも進んでおりますしね、そういったこともやっているところもあります、そこにです、ね、少しでも、少しでも京都,に京都の利益が逃げないように、確保できるようにするには、この公契約基本条例、しっかり使ってです、ね、契約の方ででさまざまな動きを見せていただき、今、現にお願いをしていただいている。 と今までもです、ね、取り組みはしていただいております都市よりも多分京都ですね、かなり京都市の下請け使ってください、部品使ってください、人員使ってください、さまざまなことを、えー、口うるさく言っていただいていると思いますけれども、さらにこれ以上にまたあの力を入れていただいて、取り組んでいただくようにお願いします。よろしししくお願いまますす以上です続きまして日口委員 江口委員初めのところにですけれども、京都市の財政状況が悪化してきたことの原因として、国の三味一体改革以降、他都市は地方債の発行額を抑制して、 財政再建に努めてきたけれども、まあ、京都市はその取り組みが不十分だったとい、まあ、ったことが指摘をされていますで将来負担、えー、比率が他としよりも高いということも、まあ、指摘もされています私あのこのことを素直に読めばあの第2回の行財政審議会で京都市自身が示した 平成初期の大規模投資、それと地下鉄東西線の建設による資材発行が、本市の財政状況が厳しい状況に至った原因とこういう見解が妥当なものというふうに考えますけれども、いかがでしょう小野山財政室長はい、あの。 確かにその審議会の資料であの財政状況が厳しい状況に,に至った要因ということで資料をお出ししております、あのまあ、でここで申してますのは、そのこの時にまあ借金を平成の初期にしたので、あのその借金の,あの積み立てをまあ一生懸命してきたわけですけれども、その取り崩しがあの今、増えていく局面に。 あるとといいうあの、まあ、そういうそことで資料は出させていたただきましたあのですから、その高債償還基金残高があの厳しくなっている要因として、あのこの平成初期の大規模投資が原因だというあの、そういうことで審議会には資料を出させていただいたという経過でございます樋口委員。いやでも、ここのところでも指摘もされているとおりね、えーっと、地方債の発行額、 えー、都市は抑制をしてきたんだとあかあと将来負担比率の話なんかもしてるこれは結局借金の話ですよねだからそこの部分がね、えー、大きくなってしまっている、まあ、ここはそういうもんだというふうに私はね捉えるのがね、まあ、で京都市自身もそういうふうな資料でっていうかそう書いた実際に書いてあったわけですからあの。 本市の財政状況が厳しい状況に至った要因というのは私そのまんまで、ねえー、その通りだというふうに思うんですで、投資的経費じやこの市債の多くを占めるのがまあやはり投資的経費の部分でありますけれども、えー、先ほど鎌の委員も触れていましたけれどもこの間の京都市自身は触れようとしていないのが京都高速道路2路線の問題ですね京都市の負担が 億円で出資金、これ113億円すらねすでに放棄をしてしまったんですよね、本来、出資金というのはあの戻ってきてきどっかの段階で戻ってきても当然の話なのにえ放棄をしてしまったでは、この作った高速道路どうなったかといえば当初の予想交通,あの予想交通量には全く至らない。 新十条通りはその後一般,道路一般道として京都市が管理をしているとこれ今から振り返って考えればね高速道路などで作らずに新十条通りなどはもともと一般道路と一般道として作っておけば建設費を大きく減らすことができたんではないかこうしたふうに考えれば無駄な大型事業で 将来世代に負担を負わした典型例だったと。私はね、言っても過言じゃないなというふうに考えます。また地下鉄東西線に関しては、これ東西線の建設そのものはね。えー、私たちも、えー、それ自身が無駄なったことは、あ、無駄だなっ話はしたことはないです。ただ、この間指摘をしているのは、当初の予算よりも。倍にも工事費が、建設費が膨らんだ。 これ本当に、ね、それでよかったのか、これはこうした、ねえー、分析、あるいは反省、ここがまず、ねえー、必要じゃないのか、この、えー、今、財政上昇,上昇状況が厳しくなった理由として挙げている平成初期の大規模投資、それが本当に えー、どういうことだったのかというのは、きちんと分析、反省をするべきと考えますから、い,いかがでしょうか金山市長。確かに平成初期の大規模投資ということはあったわけでございますけど。あの まあ反省すべき点が何かあったかと、今、これ、ああ振り返るというか、考えてみますと、今はあの中期のこう財政見通しというのを、この15年ほどは作っておりますけれども、この平成の初期の頃というのは、おそらくそういったあの中期の,この財政の見通しの立っているということ自体があまり されてなかったこれは、まあ、京都市だけの問題でゃなしに、におそらく全国的にあの財政運営をするときにそういう習慣がなかったという、まああの、これは過去の事実としてあるかと思いますであので、まあ、ちょっとそういったことがあの、まあ、計画性という面であの問題があったかというふうに思っておりますであので、まあ、今はあの中期の見通しというのを作って、あの事業を管理しておりますので、まあ、そう見た意味ではもうすでにあの今、 われわれがやっている投資事業というのは、ある程度の一定のフレームの中で考えるということにしておりますそのフレームをあのしっかり、えー、の中でやっていくという、まあ、これが、まあ、あの今の現状ですので、ちょっとそのこの平成の頃とは、初期の頃と今はあの違うというのが私どもの認識でございます樋口委員あの、まあ。中期見通しを立てているんだという話ありましたけれども、私、この振り返ってみてね。 反省するべき、しっかり押さえておくべき点というのは、その事業そのものが無駄なものでなかったかどうか、あるいはどこかの,あの一部の会社の言いなりにね、どん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 工事費があの引き上げられていく、まあ、そういうことがなあったのかなかったのか、そう考えたときにね、私はしっかりとした反省が必要だと思うんですよ。このの高速道路を作る必要はなかったそういういものを 作っってしまったために借金が大きく膨らんだだとしたら、今後、そういう無駄なものは、無駄な大型事業はしないんだ、先ほど、大型事業そのものを否定するものではないと言われました、私もそ,のそうだと思います。だからこそ、過去を振り返ってこういう無駄なことをしてきたんだったら、今後はこういう無駄なことをしないんだと、まあそういう、ね、反省をするべきだというふうに考えます。 またあの収支バランスがあの均衡していない、こういう指摘がまあ,あ,りますあるわけですけれども、というか、京都市も繰り返しそれを今、このきょのやり取りの中でも示していますけれども、私、コロナ禍という特別の財源不足、この,この財源不足という要因がある時ときと、通常時の財源不足、 これは分けて考える必要があるというふうに考えます。今年度予算でも財源不足は236億円としていますけれどもそのうちコロナ影響は123億円というふうに長町にも記載がされています。つまりコロナ影響を除いた通常時の財源不足で考えると 今年でいうと、今年度予算でいうと、113億円ですよね。じゃあ、昨年度、2020年度の財源不足は、予算ベースで考えたら、どうだったかというと、193億円でした。つまり、前年度と比べると、予算ベースではだいぶ財源不足額を減らしているということになると思うんですけれども、いかがでしょうか。金山市長 はいあのまあ、今おっしゃった数字は事実でございます、でまあ、あの減らしているというのは、それはあの、まあ、この審議会の投資を受けて、あの行財政改革をまあ徹底したからでございますので、あの何かその自然に良くなったというものではなくて、やはりこれはあのこの審議会の投資を受けてあの取り組んだ令和3年度の行財政改革の結果、今おっしゃったような数字になったというのが認識でございます。日口委員 はい、まずはあの、特別な財源あ、コロナ禍という特別な、ね、事情があったという話は、押さえておくのは大事だなと思います。で、その上で、えーっと、私もね、この通常時の時のと比べると、前年度から大きくこの財源不足が減ったということを、良かったというふうにね、単純に思ってないんですよ。というのは、今言われたように、さまざまなね、暮らしやなりわに関するね、 そういう事業を、予算をカットしたんですよ。コロナ禍でありながら、つまり、市民の皆さんの暮らしなりわいが大きく落ち込んで厳しくなっているときに、この収支バランスを均衡させるということを優先をさせて、市民にとって必要な施策,さえ施策を切り捨てた。これは、 私は間違いだと言わざるを得ない、これだけコロナ禍で特別なときにはやっぱり暮らしと成り合いを支援する予算、これはむしろ増やすべきというぐらいのことが必要だった、自治体の判断としては。こういうねえことをえ私はまず、あ、のー 指摘をしたいしでもし削るんだとすれば、まあ、新規予算であるとかあの新規事業であるとか、えー、投資的経費であるとか、まあ、そういうところを、えー、抑えるだけ抑えられる、まあ、こういうことを,、えー、をするべきというふうに考えていますで、高債召喚議金の取り崩しについては823億円の取り崩しなんだと。 いうふうにしていますけれども、これの、の決算と予算がごちゃ混ぜになってますね。決算額で見ますと、2016年度から取り崩しが急増をしている。しかし、この2016年から2019年,ま19年度までの4年間の決算の額で見た場合、この4年間の取り,取り崩し額は、 えー、決算額で年平均大体50億円弱という数字であります一方この2020年度と今年度に関しては当然まだ決算が出ていませんから予算ということになる予算額を取り崩しの額にそのまま乗っけていっているするとどういう金額になっているかというと119億円と181億円という 極端に大きな額ですよ。そしてその極端に大きな予算額を足し込んだ累計額が億円。これねあの本市の今年度の予算説明の中でも、まあ、これは繰り返し繰り返し使われてきた数字でこれ意図的にね取り崩し額を大きく見せるために 使った数字だなというふうに、ね、感じるんですけども、いかがでしょうか金山市ま長。厚債償還基金の取り崩しの額ということですが、まあ、あの特にその大きく見せるという意図はございません、まあ、決算が出ていないので、まあ、予算であの数字を置いているという、まああのまあ、単純にそれだけのことでございますが、ただ、あのこれまあ、私の感覚的なことで申し上げますと、まあ、も,もちろん令和2年の決算というのはまだこれからなわけでございますけれども、 その今までこの当初予算で組んだ額、まあ、令和2年度119億、まあ、令和3年度181億、まあ、これは予算で組んだ額から、まあ、できるだけあの削減、圧縮しようということで、まあ、これまでからずっとやってきたわけでございますけれども、あのまあ、今おっしゃったようなコロナの状況でもございますので、やはりそのあの、まあ、税収面でも厳しい面ございますし、 また歳出の面でも、扶助費など、おそらく出ていくあの,での面でも厳しいと思っております、ですので、この例年のようにこの、この当初予算で組んだ額がこう削減できるかというのは、非常にあの懸念材料として持っておりますので、な何かこの数字が課題だというのは、ちょっとあの私たちはそこまであの課題な数字とは思っていないというのが、あの今の認識でございます江口委員。あのー 交際償還基金の,、ねまあこの取り崩し額、これ課題ではないんだというふうに言われましたけれどもただ、この決算額のところの数字と予算額が混ざっているこれは事実でありますよね、どうなるかわからない、これ実際に、えー、この先、本当にどう国の方の予算がどうなっていくのか、まあ、それにも大きく左右される。で えこのでも予算の大きな額の取り崩し額の予算額をえの基準にして823億円を基準にしてこのままだと早ければ5年後に交際咸管金額がなくなるんですともうこれはねあまりにもね私はあの。 市民に対して、ねま、た不,誠不誠実だと感じますよ。で、あのー、こうした、ねえー、数字をもとに財源不足だ、財源不足だ,不足だということを、ね、強調する、私はこのこ,こはしっかりと、ね、その、えー、数字の根拠というものはきちんと示しながら説明をするべきだということもこれは指摘をしておきます。 でまあ、そ,そうは言ってもね、えー、この間、高裁償還決議の取り崩しをしてきたというのは事実でありますから、えー、確かに以前と比べたらね、えー、京都市の財政、厳しくなっているという、これはね、えー、確かにそ,そういう部分はあると思うんです。だからこそ、私は、収支均衡っていう、ね、さことを先ほど言われましたけれども、それ、当然、 まあ自治体としてはあるべき姿だというふうに考えますから、それを目指していこうと思ったときに、じゃあ、歳入をどう増やしていくのか、どう確保していくのか、それを考えたときに、国の方針との関係はね、やはりね、これ、抜きに考えられない。三位一体改革以降、大きく地方公示減らされたということが、繰り返し繰り返し言わ,らあの言われている。ここの部分をね やはり、ね、どう考えるかなんですよ、先ほど少しやり取りがありました、えー、答弁として、えー、地方への権限以上の考え方は間違っていないんだと、そういうことを三位一体改革の理念は正しいというふうに言っていることなんですというふうな、まあ、そういった答弁があったと思うんです。ただね、これね、もう三位一体改革というね、この考え方,が国考え方を国が示した時点で、 もう地方への財政支出をねこれ減らすための,あの取り組みじゃないかということは、散々指摘をされていたんですよ。で、結果、どうなったか、いや、別にだから、今になってね、それ、初めて分かった話じゃなくて、もう、三位一体改革をするんだというふうに小泉政権が言ったときに、もうこれは地方への財政支出を減らす手段だから、こんなこと許さなきゃいかないんだという声が出ていた。結果 2004年以降どうなったかって言ったら、その指摘通りに地方への財政支出が大きく減らされた。地方交付税だけじゃありませんね。私、すべてね、補助金とかが、あの負担金がね、すべて正しいとは思わないけれども、でも必要な、そういう補助金や負担金さえもね、削られてしまった。わずかな税源以上で、が来ただけ。これを思ってね、この2004年以降のこのね、 <laughs> 何年も経つんですか、この過去を振り返ってみて、それが正しかったなんていう話はね、してたらあかんと思うんですよ、いか,がですか金山市長。 ちょっと誤解というか、3一体改革でやられたことが正しかったというふうには思っておりません、ただ、われわれは今でも地方文献というのを、権限上とを求めておりますし、そのことについて、何かそれがおかしいということは思ってないということを申し上げたまででございます、3一体改革の中身で言いますと、確かに国庫補助金の見直しというのはございました、ただ、その、異常されたのが、確か義務教育の国庫負担金ということで、地方に裁量の内容 ような補助金がまあ移動されたということで、当時、地方の側でもまあそんなものをもらっても、なかなかこれは地方に裁量ないので。あの そんなことでだめだというような議論もあったと思いますし、それと同時に交付税が1兆円減らされたということについて、これも地方側からあのやはりかなりそのまあ反発というか反対の声もございましたので、京都市ももちろんそうですけれども、地方の側として三位一体改革の,そのやられた実際の取り組みをあの肯定していたという事実はあのなかったのではないかと思います。ただだ繰り返し申し申上げますけど、地方文献が大事とということ あ,のえー、あ,のあるべきことだというのは、あのこれはあの三位一体改革が別の問題として、あの肯定すべきだというのが私どもの考えでございます樋口委員。あの地方分権が大事だというのは、それはと当然の話だと思うんです、ただ、えー、今、市長がその三位一体改革の理念が正しかったんだと言い切っている、そのもとでね、えー、ずっとね、地方への財政支出、京都市への財政支出が減らされてきた。 そのことによって、ね、財源、財政、厳しくなってるんですよ。そこにね、それを正しいって言っておきながらね、いやでもお金だけはもらうように、ね、言ってるんですわなんて言ったところでね、これやっぱり全然説得力に持ちませんわ。ちゃんと国に対してね、こうした財政支財地方への財政支出を減らしてきたことは間違いだったんだと、この方針を改めるべきなんだと、きちんと言って、その上でちゃんと、 財政しつつしてくださいよと、こう迫らないとね、これ、話にならないんですよ。結局、そこはもう曖昧にしたままにして、じゃあ何をするかって言ったら、市民の暮らしをどう削るか、ここに行ってしまう、まあ、こういう考え方は改めるべきだというふうに考えますす以上です、えー、続きまして、えー、寺田委員。 まずは、この京都市の持続可能な行財政の確立に向けた答申を、まあえー、いろいろとご検討いただきました、この、えー、行財政審議会の皆さん方にです、ねえー、経緯表示、 感謝を申し上げたいと思う次第であります、まあ、その中で、えー、今日う、まあ、こういう形で議会の方に示されたということで、えー、議論がずっと続いているわけですけれども、まずあの私は、あの市民の皆さんにどう映っているかという、まあ、市民の皆さんの目線というのが、まあ、当然、議会、最も大事だろうということで、この市民新聞に、まあ、皆さん方の方が、こうしてずっとまあシリーズ化して載せておられたということの中で、 えー、この一番最近のやつが、この持続可能な行財政確立のための答申ということで、まあ、厳しい意見が続々という形で書かれてますけれども、まあ、こういう形で載せていただいた、でこれがまさに皆さん方が今、市民の皆さんに知っていただきたいというふうにまあ考えておられる中身なんだろうかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、その中で、ですねやはりそのまず市民への情報発信というところで、この収支バランス。 この辺がですね、実はこの審議会の委員の皆さんもですね、えこのような状態であることは知らなかったと、皆さんが知らなかったというふうにおっしゃってるんですね。で、私は自分の議会報告会で毎年毎年、新聞には黒字黒字で報道されてるけれども、実際、京都市財政赤字ですよと、入りと税やったら税の方が多いんですよということをずっと言い続けてきました。で、これは行政あの,の皆さん方にも言ってきたのは、一応その表面上はですね、 さあ黒字という形かもしれないですけれども、事実上はです、ね、入りと出やったら出の方が多いということをしっかり言っていくべきだということを言ってきました、まずこの辺について、ご見解をお聞きしたいと思います金山市長、はい、あのま長、あ。その決算の黒字赤字の問題でございます。あのまあ、今おっしゃいましたとおり、確かにその、まあ、帳簿上は黒字ということで、まあ、あの数億円程度、毎年黒字になっておりますけれども、あのおっしゃいましたとり、それは。 あの特別の財源対策を講じた上ですので、実質的にはまあ赤字なんだというのが今おっしゃったことだと思いますが、どうしても我々そのまあ発表するときに、なんと言いますか、国の,その規定上はやはりその黒字ということになってしまいますので、どうしてもその黒字という発信をしてしまって、なかなかその実質赤字だということがまあ言えていなかった、もちろん特別の財源対策を講じた上での黒字なので、実質的には あのその黒字と胸張っているものではないというような話をしてきたつもりでございますけれども、今おっしゃいました、実質的な赤字というところまでちょっとなかなか踏み込んで言えていなかった、それはあのまあ全国的にこれはあの国の基準でまあ黒字ということですので、ちょっとそこまで踏み込んだ赤字ということが言えていなかった、これは事実でございますので、そこの発信の仕方であでなかなかあの伝わりにくかったという点があるかと思っております。ちょっととこれを今後どのののよううに発信していくのかといくかはあの まあ宿題題とといいうか課題とししてて認識いたしております私、議員になった時からずっとそういうふうにあの言ってきましたしね、地元市でもね大きく黒字って見出し書かはるからね、これはやめてくれと、やはりそのい、申し上げたまさに規定上はそうなってるんだけども、実質赤字ということを大きく書かないとね、市民の皆さんに伝わらないよということを言い続けてきたんですよ。だから私自身はそうして 自分の発信はそうしてきたけれども、まあ、なかなかそれも発信力がね、あのどうしても行政側と議会側というのは違いますから、行政側が黒字、黒字というふうになってしまいますと、市民の皆さんにしたら、黒字だというふうに思っている、その中で、なぜ急にこんな財政が悪化したんだという話になるんですけれども、実はそうじゃなくて、ずっとそれこそ先の話、10年前の議論も、同じような議論なされたということの中で、財政状況が、ね、非常に厳しかった。 赤字がまさに続いていたということをね、まずはやっぱり市民の皆さんにね、しっかりとお伝えしていく、そこが大事だと思うんですけれども、その辺がですね、私はこれ見てても、まあ、書かれてないいうふうに思うんですけどそのあたりはいかがですか金山財政室長、はい、あのー、まあ今回の市民新聞ですけれども、一応、あのまあ、答申の概要ということであの、まあ、答申の中身は網羅させていただいたつもりでございます。 ただあの、今おっしゃいましたりそり、その収支バランスの不均衡ということで、あのちょっと今、ご指摘だったりそり、そのちょっと市民にとって、ちょっと分かりにくかった面があるかなというのは、ちょっと今あの、すみません、改めましてこれ見て、ちょっと反省しているところでございます寺田委員、やはりね、市民の皆さんに分かってもらってこその次の段階なんですよ。 だから、市民の皆さんにね、ご理解もいただけてへんのにね、皆さん方が何も一生懸命ものを考えて、こうやります、ああやりますもう誰も後ろを見たらついてこないですよ。だから、私自身は常に言ってるのがね、どうしてこの状況を皆さん、市民の皆さんに伝えるかということを、丁寧にやっていかなあかんという話をずっとし続けてきてるんですよね。で、まあ、今回も、まず一番最初に、この、えー、市議会、開催される前に市長がね、何を言ったかって言ったら、 これ地方交付税が平成15年は1300億円やったところが現在で930億円だ約400億円減ってるんですいう話をしてるんですよねそれってこの市民新聞どこに出てるんですか金山市長、えー、申し訳ございませんあの今回のこの5月号にはあの載せられておりませんでした申し訳ございません寺田委員 まあこれ、ずっとシリーズ化されてるんで、私、今、過去のやつを持ってるんですけどね、その過去のやつ見ても、そういうことがこう分かりやすく表現されてる部分っていうのはないように思うんですけれども、やはりその、まずその国からのです、ね、交付金が、まあ、これはもちろん、いろんな中でね、決められたことなんで、あのーまあ、その背景はいろいろとあるかもしれないけど、現実問題としてね、それくらい平成15年当時から、 それくらいのです、ね、交付税が減ってる、まあ、もちろん、我々こうデが増えてきている中でね、それくらい減っているということは、これはやっぱり紛れもない事実ちゃうかなと思いますし、ちょうどその10年前の議論のときもです、ね、まさにその国の交付税が一気に減らされたみたいなことがね、こう議論があったと思うんですよ、私も当時の議事録、まあ、読んでしてたんですけれども、そのあたりが非常に大事なポイントちゃうかなと思うんですけど、その辺はいかがお考えですか。 金山市長、はい、あのおっしゃいましたように、三位一体改革の,その削減、えーでで、それに実は三位一体改革、まあ、平成15年度から、えー、18あの、終わったその終わった後にも実は削減というのが続いてまして、あのまあ、いつも申しておりますけど、大都市に厳しい算定というのがなされたような削減を、えー、されております。たただあのちょっっととそういいことについて あのまあ、確かに司会ではあのいろいろご説明してますけど、ちょっとこの市民新聞に、あのちょっと最近のこのシリーズものの中では、少しちょっと言及が足りなかったなというのが、今、ちょっとあのお伺いしてて、反省してる部分でございます平田委員やっぱりね、私はね、この市民新聞、すごく大事にしてほしいと思うんですよ、まさに市民の皆さんが見る、全市民の皆さんにお配りするという、まあまあ、今、なかなか全部言ってませんけど、まあ、基本的なスタンスとしては、すべての市民の皆さん方に見ていただく。 まあ、京都市にとって最も大事な候補の一つと言ってもいいと思います、だからそこに今、京都市のこの財政状況を分かりやすく載せるということがね、これ、一番大事なことだと思うんですね、その中で、やはりそうしたあ国からの地方交付税が大きく減っているということについては、やはりきちっとね、表現しておかないと、まるでそのお京都市の財政がです、ねこう、皆さんのやりくりだけがうまくいってない。 いいうふうなふうに移ってしまいますからねですから、その辺はまずしっかりと書いていただくことやというのと、もう一つは、大きな一つとしては、平成29年に地下鉄、えー、967億円の分が、まあ、あの審議員の中にはまあ不良債権という表現をされている委員の方もおられましたけれども、これも一つの現在、しんどくなっている部分の一つやと思うんですけど、この辺についてもですね、 ちょっと見ると見当たらないと思うんですけど、その辺は重要なポイントじゃないというふうにお考えなんでしょうか金山市長、はいあのー。確かにちょっと今回の,、えーえっと、その答申の市民、市民の書き込めておりません。あのー えー、あの決して重要でないということではございませんであので、えー、かなり重要、あの京都市の,あの財政を苦しめている原因の一つかと思っております、あの今、地下鉄の,あの健全化出資債の償還だけで毎年35億償還してますので、あの財政への影響というのは非常に大きいものがございます、ちょっと今回はあの書き込めていなかったというのが事実でございます平田委員もう一つですね、まあ、さっきちょっといろんなこう委員会のやり取りの中でね、 じゃこの今回の答申で何か新しいことがあったのかという中でね、まあ、ちょうど答弁の中にあったのが、この上下水の話、特にまあ雨水の関係の話ね、これはまあ非常に時間かけて議論されてましたよね、これについてもこれ見たら載ってないんじゃないですかね、その辺はどのようにお考えでしょうか。金山委員 ししはい、はい、はい、ええー、申し訳ありません。確かに、そうです、あの、はい、これも、あの。まあ、一生懸命議論した結果ございますけれども。ちょっと今回のところには、ちょっと紙面の都合上載せられておりません。寺田委員いやいや、今まで議論してきた中のね。延長線上じゃないね。ある意味ね。まあ、新たなというか、そういう部分の一つとして。例示されたわけですよ。私はこの議論の中でもね。非常に大事な部分もあったし、だからこそ令和三年から。 触らはったわけでしょだからそういうことっていうのはね、やっぱりこういうところに書かないと、だから私はそういう重要なポイントっていうかね、そこは見逃してはいけないと思うし、なぜ京都市の財政が厳しくなったか、これはもちろんこの前の号って言いますかね、最初のころに書かれてます、全国的にね、えー、と6割ぐらいですか、その平均的なその、まあ、薄い対策っていうかね、それがまあ京都は9割以上できてるというのは、これはまあ,ある意味、全国的にその誇れることだとは思うけれども、 その分、まあ、多額のお金を投じてきたということが、まあ、事実としてあるわけですね、ですから市民の皆さんにそれだけの、まあ、いった全国レベルよりもはるかに高い水準の薄い対策をやってきた代わりに、これだけ大きな借金を背負、まあ、い込んでるということについては、ね、そういったことを明らかにしていく、そこが大事なんですよね、ですから、そうしたことが、ね、今回、非常に議論されてきたでででで、その辺をね、やっぱ私は皆さん方が、 この候補されるときにね、しっかりと出していただかないと、市民理解なんですよ、市民の皆さん方が考えて、そして、だってそうでしょ、お,お金って言ったかで、誰かがね、勝手に使い込んでるわけじゃないんですよ、そうした国からのお金、市民の皆さんからいただいたお金、そうしたことを総合的に、まあ、言ったら使ってるわけですよね、だから当然、市民の皆さんに何がしかの形で言ってるわけです。ですから今回ののの審議員の皆さん方とも意見があったのはあ 施設が安いと思ってよかったと思ったけど、実はその分、他の市民の人が負担したかったんですね、それに気づきましたっていう話もありました。ですから、その配分であったり、そういったことは、皆さんに分かっていただかないと、全くこれから先、前に進まない改革はで、中にはその社会福祉でも、元気な高齢者から不自由な高齢者へ、まあ、これはもちろん元気な高齢者の皆さん方へやるのがいいんだろうけども、お金がかけられてるんであれば、 そういうういいい考え方を取らざるを得ないっていう意見もありましたですから、そういったことをね、やっぱり私はこの投資の中で、まあ、あのもちろん限られた紙面とはいえ、ですねそうしたことがまあしっかり書かれていないというのは、まずえ指摘をしておきたいと思います。それからまああの、今回、ですね、えー、ざっと見させていただきまして、まあ、具体的な事例があるのが17ページですね、17ページにはまあ具体的な事例があります。ただ 12ページ、13ページ、14ページ、15ページ、21ページ、22ページ、33ページ、34ページなんかの記載を見てますとね、私はもっともっと具体的事例は欠けたんじゃないかなというのはなぜかと言いますと、いろんなね、委員の皆さん方が議論の中でいろんなことを提案いただいてるんですよ。まあ、さっきの超過課税についてもね、具体的に数字も上げていただいてね、出てました。ですから、その中でね、もう少し具体的事例をね、 挙げていただくような、こうなんて言いますか、皆さん方のほうでね、委員の皆さん方にお話できんかったのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか金山市長。はい、あの、まあ,あの、ちょっとその個別の部分が足らないというのは、ちょっとご指摘の通りかと思っております。あの えーまあ、そういう話はもちろんしておりましたけれども、いやこの、まあ、開始時期がこれ、もともと4月からやろうと思ってたんですが、まあ、コロナの影響もでは7月からになって、かなりその苦しい日程でやったという部分あの、ちょっと時間的制約もございまして、あのちょっと今おっしゃったようなことがあの理想ではあったんですけどちょっとそこまであのなかなかたどり着けてない部分があったというのは事実でございます。 やっぱりね、あのー、全く具体的事例が出ていなかったらね、それはあるかもしれないけども、やっぱり中でね、そういった事例があったんでね、それであればね、そういったこともやっぱり具体的に紹介するとかしていってね、投、あ、資、のーまあの中に盛り込んでいかないと、非常には漠然とした形で書かれてしまうとね、じゃあこれからもう1ヶ月しかない。 ないわけですよ皆さん方がね、でしかも、さっきからずっとやり取り聞いてると、どうなんですかって聞いても、いや、まだ検討中ですとか、核なんか投げかけてとかね、そんなんでね、5月末に公表して、市民の皆さん納得しますか、1ヶ月前ですら示せないようなやつをね、じゃあ5月末にバーンって出してね、これでって言われたら、それはもう絶対拙速な議論やとか言われますよ。 だその辺はね、私自身がすごく残念に思ってるのは、やっぱりこういったことを出すときに、一定ね、やっぱり具体的事例、それをするかどうかは別としてですよ、具体的事例を挙げていただく中で、議論の中で審議会でこういう具体的な事例が出たので、まあ、今回、こういうやっていきますとか、見せてもらわないと、言ったら、なんかよくわからない方向性だけばくっとある。でしかも1ヶ月前なのに まだ議論の詳細は分かりません、各国と相談してわは分かりませんって言っておいて、じゃあ、5月の終わりになって、急にバーンって具体的なものが出てきたら、それは市民の皆さん混乱しますよ、その辺はいかがお考えですか金山市長。はいあのーまあ、今、あの具体申し上げられてないというのはあの事実でございます。あのー でまあ、確かにその5月末にあの急に出てくるというのも、確かに唐突感があるという、まあ、あのそういった可能性もございますちょっとその、えー、出し方について、今のご指摘も踏まえてど、どういうことがよりその市民にとってまあ分かりやすいのかというのは、ちょっと引き続き検討させていただきたいと思っております寺田委員、これはね、皆さん方が分かってもだめなんですよ、まあ、もちろん議会の理解はいるかもしれません。でも市民の皆さん方にしっかり伝わらないとね 実際にね、色々とこうと影響をくれるのは市民の皆さんなんですよ。ですから、市民の皆さん方に分かってもらうようにしていくということが、いかに大変なことかっていうのはね、私の今日の前段の議論の中でもね、十分肌で感じ取れると思うんですよ。ですから、その辺はね、本当にこう難しいっていうことをね、分かった上でやっていかないと、ただ、お示ししました、検討しましただけではね、皆さん納得しないと思います。 この十ページに、まあさっきちょっとお若い派の書門議員も指摘してました。えー、まあ、えー、この二千八百億円というまあ財源が必要だということをまあしっかり念頭に置いてやっていかないとですね、ダメだぞ。これはもうあの七百六十億円というね議論では全くだめだというふうに私も思います。ただまあ皆さん方にしたら現実的にはですね、とはいえ七百六十億円でもしんどいのにそんなあ。 2800億円というのは、まあ、どうなのかなというふうに思ってあると思うんですけど、ちょっと私、この審議会の第4回の発言で、ですね国基準を超える事業、まあ、本市独自事業を、まあ、直ちに全廃しても、この700億円不足するという、まあ、その部分を、ですねこの公債償還基金を取り崩さずに、歳出見直しだけで行おうとすると、市独自施策,を施策をほとんど止めないといけないというふうに書かれてるんですね。 これやったら、公債償還基金取り崩さずに歳出見直しだけで行うとすると、市独自施策を止めたらですね、できるみたいなこうふうに思うんですけど、これはなんでこういう話になったんでしょう。金山市市長。えっとすみません、市独自施策、えー、だ見直すだけでは、あの えー、この特別財源対策を解消できないということを、えー、すみません、ちょっと私、記憶が曖昧ですが、私、あのー、独自政策を見直すだけでは、あのー、特別財源対策をあの脱却できないというのはこ、これは事実でしたので、多分そういう発言だったのかなと思います寺田委員、これね、実はその令和15年で、470億円でいいのかということを委員の方がおっしゃってるんですよ。もっと 実際残さなあかんのちゃうのっていうことをおっしゃってるんですね、その中で、いやいや、とてもやけど、その公債償還基金はね、取り崩してやらなあかんですと、もし公債償還基金取り崩さずにですね、そうしたことをやっていこうと思うと、C 独自施策をほとんど止めなあかん。ということを裏返したら C 独自施策をほとんど止めたらですね、公債償還基金取り崩しなしでもいけるのかというふうに、私は思うんですけど、その表現はやっぱりちょっと問題があったんじゃないですかね。 山ちょっと当時の記憶、ちょっとあの定かではございませんがあの、もしそう言ってたとすれば、それはあの不正確でございます、あの市の独自政策をやめるだけでは、あのこの埋められないというのは事実でございますので、あのちょっとその表現はあの不正確だったというのはあの、今おっしゃった通りでございます寺田委員、ですからね、あのまさに、まあ、あの表現するなるですね、今、こう溺れているような状況でね、 で皆さん方にしたら、ですねそうしたいろんな自前でですねこう服を脱ぎ捨てたり、いろんなことをしたら、ですねなんとか回復できると思たるかもしれませんけど、私としてはね、もう浮き輪なきゃでもらわへんかったら、とてもじゃないけどね、いつか溺れてしまうと、溺れる時期が先になるか、短いかだけでね、これは実際問題として浮き輪なきゃでもらわへんかったらどうしようもないということをね、私はもっともっと自覚すべきやし、そこを市民の皆さんに伝えないと。 なんか行政の努力だけで、市民の皆さん方の頑張りだけでね、この状況を回避できるというふうにね、みんな思ってしまうのちゃうかなと、でこのなんか最低限の目標ですと、まあ、令和15年にこの,、まあ、この表で言ったら458億ですか、この公債償還基金、1年分ですね、なんとか残す、これを、えー、一生懸命、これ,これでも大変なことやと、でもこれに向けて一生懸命やるんですみたいな話がある中で、この12ページにはですね、まさにその、 えー、墜落回避機、水平飛行機、そして上昇飛行機という表現があります、でこれがまた、この市民新聞にご丁寧にです、ね、こ図になってるんですよねで、またこう、市民の皆さんからすると、そうした墜落回避機があって、水平飛行機があって、上昇飛行があると、これはもう、こうして、えー、頑張ったらです、ね、この1、2、3でこう上昇飛行になるんだみたいなことを、おそらくこれを見た方はですね、お考えになるんじゃないかな。ところが今日の 質疑でもそうですけどじゃあ、いつこうなるんですかって言われたら、全く言えない、全く言えない状態で、こんな図を市民に示すっていうのは私は到底理解できるんですけど、そのあたりはどうお考えですか。金山市長、はいあのーまあ あの確かに時期はお示しはできませんけれども、やはりそのあ,るあるべき理想というか、目指している姿というのはあのお見せしておくべきだという考えで、あのこの、えーまあ、図を載せさせていただいたというのがあの私どもの思いでございます寺田委員、いや、示すのは、現実可能なものを示さんと、夢みたいなものを示したらね、市民の皆さん、混乱されますよ、皆さん方が今ね、確かにこれができる、確実にできるっていう自信があるんやったらね。 僕書いて出されたらいていと思いますよでもね、こうなったらいいな、あるいはこうならなければいけないな、みたいなものをね、こうして経験に出されたら、これはね、市民の皆さんにとったらね、誤解されますよ、そんな甘いもんじゃないですよ、うん、だからそれをね、私自身は皆さん方がやっぱり市民の皆さんに伝えるときに、正確に伝えないと、じゃあこの今のステップワン、ツー、3って書いてありますけど、今は示せない。 必須になったら指名するということも、それも言えないんでしょう、言えますえ金山委員、あ金山はい,、はいあのー、はい、ちょっと今、あのーまあ、これまでから申し上げてますけど、や,やはりまずは改革に取り組んで、であの集中改革期間があのでど,どこまでできるかがちょっと見えないと、今、ちょっとあのいつというのは申し上げられない,いう状況というのは、あの今おっしゃったとおりでございます寺田委員、それをね、聞いた私らはね、 どう市民の皆さんに説明するんですか、京都市は今現在、墜落海域です、いずれ、いつか分からんけど水平飛行機になります、そしてまたいつかわからないけど上昇飛行機になります、いつかはわかりません、示してもらえるときもいつかわかりません、でもこうなるっていうふうに言うてあるんです、それを市民の皆さんに、私ら説明するのそ,それをできるというふうに思ったるのかな。 ちょっとその理想としてお示しはしましたけれども、あのちょっとそのおっしゃるように、なかなか説明しにくいというのは、あのちょっと反省すべき点かと思っております、寺田委員。だからね、そのまあ、私はね、はっきりともうできないと思ってるんですよ、今のままやったら。だから、相当のね、今話し国の支援も得なあかんし、ね、市民の皆さんに、まあ、さっき血を流すという表現しはりましたけれども、まあ、それがね、 いいかかどうかは別として、本当に大きな、まあ、ある意味、今までやってこなかったようなことをしないとね、できないと思いますけどもね、だからこそ、だからそこそ、こういうね、安易に見えるかき方してほしくないんですよ、なんかこう、今はあの大変危ないですけども、いずれ水平になって、そして上昇しますでね、じゃあ、その今、生きてる世代、ジェネレーションが、次の世代になるのか。 果たして孫の世代なのか、それすらわからない、そんな状況の中でね、やっぱり私は市民の皆さん、ついてこないと思うし、出すんやったら、実現可能なものを出さないといけないし、それが非常に厳しくてつらい状況も分かります、私も。だからこそ厳しくてつらい状況というのを示さないと、市民の皆さん、ついてこない。で19ページに、この補助金のこと書かれてます。 まあこれもあの私がずっと言ってきた話で、で特にです、ね、こコロナ前なんですけれども、まあ、今、副市長、習われましたけど、吉田あ行財政局長に、ですねこの京都市の補助金、全部その命に関わること、それからまあ給料ですね、に関すること、そしてまあその補助金出さない方は、たちまち、これ、事業が立ち、まあ、あのいわゆるみ民間ですよ、そういった業種が立ち行かへんとか。 そういういやつ以外は、ですね1回どれくらいかとできるのか、出したらではと、まさにそれくらいやって、ですねそして1年間、一年間限定でね、お願いしますと、1年間だけ止めさせてくださいと、でその代わり1年後には復活させますと、それくらいやらへんかったらね、やっぱ補助金っていうのが、みんなに伝わらへんと思うでって話をしたんですけど、まあ、そ,そうですねみたいな感じで終わったんですけど、その辺はなんか皆さん方はどう受け止めてはったんですか。 金山補助金、この19ページの部分ですけど、どあ今、ちょっとこの具体化の議論を今、われわれ内部で考え始めているところですあので、まあ。今おっしゃったように補助金でもいろんな性質のものございます、あの確かにその、えーまあ、命に関わるもの、まあ、その度合い、いろいろございますので。 あのまあ、ちょっと 1, 1年かどうか分かりませんけれどもあの、例えばその休止したらどうなるかとか、あのそ,うそういったことの,あの検討してあの、ちょっと場合によってはそういう、まあ、休止するものも、まあ、ちょっと年数は分かりませんけれども、あのまあ、寺田先生のお話は私、前から聞いておりますので、今、ちょっとそういったご意見も踏まえながら、あの検討に入っているあの、そういう状況でございます寺田委員私の話の方が、この答申よりもきつい話なんでその話を いやそれちょっとねこと言うといて、この答申が私、できんのかなというふうに思いますし、よっぽどね、それはもうあのなんて言いますか、心入れ替えてもらわへんかったら、前に進まへんと思いますね、こ,れはこう21ページに、施設の送料受益者負担ってあるんですけど、まあ、これもねあの、特に受益者負担についてはね、私にずっと言ってきました、あの施設にね、まあ、例えば動物園やったら、いくらやったら、その、 まあ、プラスマイナスゼロの何やと、公費ーー入れなくて済むんやというのを計算して、それをまさにその入場料として表示してね、そして、例えば市民の皆さんに負担いただくのは、今の頂い,いている600円、だから実質値上げじゃないですよ、値上げじゃないけども、そういうふうに公費ーーがそこにかかってるということを分かっていただくようにしないと、市民の皆さんに伝わらないよ、だから今回でもね、まあ行きセンターでもそうですけど、 6倍になったとかいう話、もうそれはそ,うその通りですよ、その100円で一緒にしたら、600円したら、なんだ、それもう私、すごい気持ちわかります、でも、それだけの負担を使わない人がしていたっていうことをね、ちゃんと伝えられてなかった、でこれもずっと言い続けてきた、これ、全然実現してこない、まあ、あの部分的にですよ、今の医療センターでも、その大きなお金入れた、これ出てますしね、縛らせた営業ケース、これも実現してます。 ただそういった入場料であったりとかです、ね、そうしたものについては、なかなか実現してこなかった、このあたりはどのようにお考えでしょうか。金山市長、はいあのまあ、コストの見える化については、あの先生からあの前からご指摘いただいていあの確か市バスの営業ケースとかいろいろあの進んでいる部分もございますんであの、公の施設についてはあの、今できていることというのは、そのコストがいくらかかっているか。 利用者1人当たりいくらとか、そういう表示まではできてますけれども、例えば、じゃそれをその、えー、な何と言いますかその、あるべき額はどれだとか、今おっしゃったような、そ,のそういう想定の数字までは出せていない、あのそういう状況ですので、今、現状、こうだということをお示ししているところでとどまってますのであの、もう一歩進んだことが何かできないかというのは、今、ちょっとお聞きしてあの、検討させていただきたいなと思っているところでございます。平田委員 まあね本当にずっと言ってきたことだしね、そうしたことが市民の皆さんに伝わらないとね、どこに定期金使われてのかからないんですよ、だから前、言うたにその、町の街頭でもそうです、ね、街頭が切れた、暗くなりました、じゃあ、土木事務所連絡したら、変えてくれます、いくらコストかかってるのかということね、そういうのは全部あるはずなんですよ、ですから、そうしたことをしっかりコスト意識を持ってやる、そうしたら、例えば地域の皆さん方と話したときにね、じゃあ、 電球を入れたら土木事務所に言わずに、ですね、町の電気屋さんに売って変えてもらううコスト安いんやったら、それも一つの方法なんですよ、ですからそうしたことをね、市民の皆さんと共にやっていくということを進めていかないと、私自身はね、やっぱりコスト開示をちゃんとやらないと、今市民新聞もそうですけれども、やはり生活する中で、ですね、どれだけお金かかってんねや、公費かかってんやということを分かってもらわへんかったら、改革は絶対前に進まないと思いますよ。 ですからそうした意味ではね、ずっと言うてきてるけど、まあまあ、なかなか父として住まへん部分ですけれども、やはりそのコスト開示をしっかりやっていかなければいけない、そしてまた施設送料、これをまあ縮減というふうに書かれてますけど、これはどうなんですかね、なんか具体的にどっかをイメージしておっしゃってるのか、その辺はいかがですか。金山市長 はいあのー、ちょっとまだ施設名のイメージまではできておりませんけれども、やはりその施設が今、老朽化してきてるというあの施設、たくさんございますであの、そのときにあのお,お金を投入して、あの修繕して,して残していくのか、まあ、場合によってはもうそれはあの投資に見合う。その えまあ回収というか、ああ効果が得られないと考えても、例えばもうまあ廃止とか統合とかするのか、ちょっとまだ個別名はまだあのまあ考えられてませんけれども、ちょっとそういったことを考える時期に来てるんじゃないかということで、のこの答申をあの受け止めている状況でございます平田委員まあそう考えてる時期に来てるところがもうずっと前から私ら言ってるんでね。それがあの もう時期を維持しているというのはも、まさにその言葉だやと思うんですけど、皆さん方の中ではね、どういったものをお考えか分かりませんけど、議論の中ではね、いろんなものもなんか出たみたいですし、議会の議論で言ったら、そうした市営住宅であったり、保育園とか、場合によって幼稚園とか、そういったとことも入っていくのかもしれませんけどね、その辺がそのまが、民間でできるものは民間でというふうな流れのっていう風にお考えなのか、どういうふうにお考えなのかね、その辺というのは。 われわれとしてはやっぱりしっかり注視していきたいと思いますし、あのー、非常にね、あの簡単にいかないことは指摘をしておきます。それから、えー、この29ページに、10年前にまあ提言した、まあ、今回も10年前の有識者会議に入っておられる方が2人おられたのかな、われわれも議会でね、10年前の議論というのは見てますし、まあ、もちろんそれはあの10年前には議員になっておられない方もやはりますけれども、その時もですね、まあ、非常にまあ、 厳ししい状況だという議論をまあすごくしてきたで当然、有識者会議のメンバーにしたらです、ね、あの時あれだけ議論したのに、まあ、ある意味変わってないやんっていうふうに感じ取られる部分も私はあったと思うんですけれども、そのあたりについてはどういうふうに受け止めておられますか。金山財政室長 はいあのー、おっしゃいましたようにその8人の,のうち2人はあの10年前もあの入っておられた方でしたで、あのー、確かに議論の中では特にその、まあ、今おっしゃったその人件費の部分についてあの10年前、えーまあ、京都市の人件費高いということを、まあ、同じ議論をしましてたと、まあ、市私兵器に近づけるべきだという、まあ、提言をいただいて、あのーまあ、実行してきたわけです。たただ10年経ってまた あのまあ集まって見てみると、結局まだ多都市より高いじゃないかということで、厳しい変わってないじゃないかというご指摘いただいたというのは事実でございます、あのまあこれにつきましては、確かにその10年前に立てた目標、それは達成したんですけれども、多都市がもっとこう削減していて、結果的にその京都市の削減が多都市よりも少なかったというのが事実でございまして、その点について、委員からあの厳しいご指摘をいただいたというのはあの事実でございます。 審議の途中ですけれども、えー、また1時間、換気の時間が来たんですけれども、どうしましょう、続けましょうか、いいですか、<laughs> <え>換気、はいはい、は3分間。 で、あま、天野さん、天野さんやるな。休憩しますで、その、その後。寺田さん終わったら休憩するわ。 それでは、えー、換気終了しました、引き続いて、寺田委員、はい、質疑をどうぞまああの今、答弁ありましたように、えー、10年前の議論のです、ね、数値については、一定目標にしたけれども、またとしがまあ頑張ったということですんで、まあ、当然、当時はです、ね、200億ぐらいですよね、差があるのが、まあ、今回170億やから、30億ぐらい、ちょっと差が縮まりましたみたいなね、部分もちょっとあったと思うんですけれども、やはりね、 この今回の私、審議会のいろいろ議論を見ててもね、よく出てきたのが、最初の頃はね、なんでこういう状況になったのかわからないっていうのが最初の頃よく出てきたんですで、ずーっとやっぱり、通して出てきたのが、なんで京都市だけなんやと、他都市かてね、公共投資やってるやんと、他都市かてね、いろんな施政策やってるやんと、京都市だけ違うでしょと、なんで京都市だけこれだけひどいんですかっていうことがやっぱり、委員の皆さん方のいろんなところに出てきました。 ですからそこもね、実はこの新聞に、この答申のところに書かれてないのが私は残念でね、他都市との比較、なぜ他都市は、まあまあ、あのいろんなところあると思うんですけれども、京都市ほどひどくないのかということはねいや、そこはしっかり市民の皆さんに伝えないと、じゃあなんで京都市だけが別に地下鉄走っているの京都市だけじゃないですよね、他都市も走ってるわけですよ。もちろん建設の時期とかいろんな理由あるんですよ。でも そこはやっぱりちゃんとね、説明していかなあかんということです。ですから、その他都市との差についてはね、やっぱり私自身は、皆さん方があしっかり分かりやすく説明すべきだと思います。それからあの36ページに、えー、超過課税のこと、まあ、課税自主権の活用のある方のところに書かれてます。で、まあ今日も、まあ、あいろんな委員の方からも意見出てましたし、一番最初、トップバッターで質疑した 田中隆の副委員長の方もですねこの超過課税について触れていただいておりますで、これについてね、やはり非常にまあ難しい問題だと思いますけど、私は一定ね、これ今回、まあ、浮き輪なきゃでもらわなあかん、国に助けてもらわなあかんという話をしてますけども、当然、まあ今日も議論あったかもしれませんけども、国に助けてもらおうと思ったら、京都市もそれ相応のことしなあかんというふうに、多分そうなると思います。そそううなる時に行政はもちろんそうですけどね やっぱり市民の皆さん方にも一定ね、その辺ご理解、ご協力をいただかんとっていう話は出てくるかもしれません、でこれ、私が議員になったときね、あのーまあ、聞いた話なんで、どこまでどうもまだ分かりませんけれども、新景観政策、あのとき高崎市政、すごくやっぱりね、反対される方も多かったです、そのとき私聞いたのはね、やっぱり京都市、京都創生、大阪とか神戸は空港があって、国からいろんなお金が入ってる、でも京都はそういったものがない。でも 京都はやっぱり京都の特徴があるんだ、京都創生という中でね、やはり国からの特別な支援を受けるためにもね、そうした厳しい景観政策をやることによってですね、ある意味、そうした国からの、まあ、支援もいただく、京都市民もですね、まあ、一定我慢する、そうした部分もあるけれども、国からの支援もいただく、京都がやっぱ京都であり続けるためにっていうのをすごく聞いたんですけれども、そうした部分というか、そうしたことがね、私自身はやっぱり、この、 財政の非常に厳しい状況の中で、ね、求められていると思うんですけれども、いかがですか金山市長。はいあのまあ、今おっしゃいましたああり、のまあ、あのこれはもう、新税に限らないことですけれども、やはりその京都市の努力ののまで、あまあ、努力を示すということ、それからあのやはりその先ほどおっしゃったような、他都市との違い、京都市の都市特性というのをやはり示した上で、 あのまあこういう事情であのこうなってるんだということを、もう少し明確に示した上で、やはり国に対してその説得力のあるあのまあ説明したうえでの,あの要望、助けてほしいということがあの必要というのは、今おっしゃったとおりかと思います寺田委員もうそういった意味ではね、やはりこの課税受主権の活用のやり方っていう部分でね、えー、まあもちろん、新税もそうかもしれませんけど、この超過課税っていうのはね、やはり私自身はね、まあ、市民の皆さん方にしたらね、 すごつらい部分はあるかもしれませんけど、その十分、情報開示してですよ、十分いろんなことをしっかり示した上でね、やはり検討する必要があるというふうに思いますけど、改めてお聞きしておきます金山市長、はいあの。今おっしゃいましたとおりその、まあ、情報の開示、まあじょ、状況がどうなのかというのを、まあ、あの開示した上で、あで、正規なくあの検討していきたい、このように思っております寺田委員。 それと37ページ、福祉協調書かれています、でまあ、ここにはですね、えー、二重行政の他派、もとより、まあ、ここに動物愛護センターの共同設置、運営や、消防学校の共同化、さまざまなことを大きな成果を上げてきたと書かれてるんですけどね、まあ、あの当時ですよ、動物愛護センター、風都市と両を建て替えるときにね、一緒の施設したらどうやってったときにね、まあ、行政からはね、すごい抵抗でした。なんでその京都市京都都市府ね 一生何やというのがあったそこをわれわれね、国会議員と連携してね、いやいや、ここはね、やっぱり合同施設やるべきやということをかなり強く言いました、抵抗ありましたすごく、その中でもやっていった、これはね、今となったのが行政はもう成功事例みたいにしてね、消防学校だってそうですよ、絶対一生ならへんという話やったんやからね、今だったのが成功事例みたいにして、我がことを誇るかのように書いてあるけどね、私にしたらですよ、 先と抵抗してきたゃないかという思いが正直あるわけですよ、そのあたりね、やっぱりね、もうちょっと議会の言うことをね、しっかり耳にしてね、で検討した結果、具体的にですよ、こういう事情でこうでしたっていうことまで説明してもらわないと、なんかとりあえず聞くだけ聞いて、ですねまあ、今はちょっとできませんみたいな形であればね、後からね、どうなってんだってなりますよ、大型汎用コンピューターだってそうですよ、もう早くから私、ずっと言うてましたやん。 メディアも何も変えてくれへんかったけど、ずーっと言うてきたけども、市長にも言いましたよ、誰の言うこと聞いてんやというぐらい、でもずーっとまっすぐ突き進んでいったで、結果はもう皆さん知るとおりですよ、ね、もうちょっとやっぱりね、その辺はしっかりとね、こっちが言ったことをね、真摯に検討して、きちっとした答えをね、出してもらわなあかんと思いますけども、いかがですか。金山市長 府市協調のお話、動物在護センターのお話は私も今おっしゃったようなことは記憶いたしております、寺田先生からは、府市の施設のリストを作ってほしいというお話もあって、当時、総合企画局で作ったという経過もございます、そういった経緯も踏まえまして、今、取り組めていない部分、ここの37ページにも男女共同参画センターなど、例示ございますけれども、類似施設の、 何かその一体化ができないのかっていうのは、引き続き考えていくべき、のこのように思っております寺田委員。私自身はね、いつも具体的に提言してるつもりです、ね、まあ、さっきも言った議会からはね、バクっとした話あるけれどもみたいな話をおっしゃってましたけどね、まあそう他の人はそういう人も言やるかもしれませんけど、私は常にね、ピンポイントで具体的にこうしたことや、まあ、去年も教育委員会で、図書館の話もしました、同じ地域にね、2つ図書館があるんやけど、どうなんやとか、あれは図書館だって、 大きな行為かかってるわけですよどれくらいのコストがなっているのかとかね、そうしたこともいろんな具体的に話してるんで、やっぱそういったことはね、皆さん方の方できちっとキャッチしてね、検討していく、そういうふうにしていかないと、もう先々先いったんではね、結局こういう形になってしまいますし、厳しいことを、バッと打ち出したときにね、こここうなってるじゃないかということは、やっぱり言われてしまうんですよね、そういうことが私はあってはならんと思いますんで、これ、本当に市民の皆さんにね、 あのご理解いただかないと前すみません、でまあ、来月末ですね、まあ、非常に厳しい日程ですけれども、まああ、出す予定されてますけれども、まあ、その辺はですね十分配慮の上しっかりと議会にお示しいただく、そしてまた市民の皆さんのご理解いただけるようにね、やっていただきたいと思いますよろしくお願いします。以上でですすす、えー、の途中ですけども暫時時時休憩いたします再開時刻は午後4時15分 といたしますなお5分前に予告放送を流しますので、ご了承願います。